皆さんこんにちは、9ヶ月合格特集コース本論編、民法不動産登記法1回目前半の講義担当秋元で始めていきたいと思います。はい、ついにね、民法不動産登記法始まりました。はい、今までね、憲法やってまいりましたけれども、今日からやっていくのは主要4科目になりますのでね、憲法の時とはちょっとですね切り替えていただいて、もう本当に本格的にですね細かいところまでね入っていく形になります。はい、憲法に関してはですね、マイナー科目という位置づけになりますのでね、憲法は変な話ですね直前期に回しても、全然間に合うんですけどもね、民法に関してはもうね、早いうちから細かいところまでもうちゃんと知識として定着させていくと、そういったことをやっていかないといけませんということで気合い入れてねいきましょう。はい、司法書士試験におきましてはですね、民法は、出題数が20問って形でね非常に多くなっております。民法がね占める割合がとってもね、多いので民法で点数が取れないね、ってことになると合格は遠いですね。民法を制する者本試験を制すという言葉がありますね、それぐらいの言葉があるわけですから、ぜひぜひね民法は得意にしていただきたい。はい、で民法ね司法試験対策、司法書士試験対策としてだけじゃなくて、やっぱりね民法って、我々日本人がですね普通に生活する上で、前提となっていくようなね、法律になっております。ということはやはりですね、司法書士として生きていく以上は民法を知らないと話にならないんですよね。ということで、試験対策という意味合いだけではなくて法律家としてね生きていけるためにね、しっかり勉強するという認識を持ってくださいね。はい、で民法ねすごく大事なんですけど、民法だけは得意ですよと、これだけで勝負っていうわけにいかないんですよ。民法の他にも司法書士試験にはね、出題科目あるわけですよね。中でも登記法というのもねかなりの割合占めてるわけですから、民法だけ得意っていうんだとダメなんですよ。バランスというのが非常に大事になってきます。はい、とは言ってもね、民法は、極力落とさないね、落としても1問2問ぐらいっていうところで済むようにしていきたいというところです。はい、じゃあ民法簡単にね、そこまでの点数取れるようになりますかっていうと、残念ながらですねすぐにはそこまでいけないんですよ。っていうのも司法書士試験の民法は非常に細かいですね、こんなとこまで出るのっていうぐらい重箱の隅をつつくような、非常に細かい知識も出題されてきます。ということは覚えなきゃいけない知識が多いということですね。ただ安心していただきたいのは、その場で考えさせるような問題というのはあんまり出ないということなんですよ。ほとんど出ないって言っても過言じゃないぐらい、司法試験っていうのはね、論理力とか問われていくので、その場その場でちょっとね考えていかないといけない、辻褄合うようにですね、思考力っていうのがね問われてくるというのが司法試験なんですけれど、司法書士はねそういう問題じゃないんですよ。知ってりゃ解けるっていう問題ばっかりなんですよね。はい、ということは勉強の仕方はひたすら覚えるということに尽きるということですよね。地道にっていうね、そういう作業が必要になってきます。はい、ということはですよ、考え方次第なんですけど、別にこう天才的な頭がいるわけじゃない、とにかくねこう地道に暗記する、努力家であるということが、問われて必要になってくるということですね。言い換えていけば努力すれば受かるんですよね。そういった意味で司法書士試験って魅力なんじゃないかなというふうに私は思っておりますのでね、頑張ってねコツコツ覚えていきましょう。でよくね勉強が進んだ人であっても進んだってもそうだな、講義をね何回もずっと聞きましたと、もう2年目突入ですととか3年目突入ですっていう人でですね、私民法苦手なんですっていう人、いるんですけれども、これね私から言わせてみればそれってただ覚えきってないってだけなんですよ、言い方変えればただの勉強不足なんですね。民法って、日常生活日本人がですね行っていく上で前提となる非常に身近な法律なわけだから、正直難しいことなんか言ってないんですよ、難しいこと言ってたら従うことなんかできないですから
ね、そんなね、難しい法律ではないんですよ。ただ覚えることが多いだけなんですね。だから苦手なんですってことは結局覚えられてないってだけなんですよ。ね、勉強が追いついてないっていうね、そういうことなんですね。ということでね、もう本当ね、コツコツです。民法はコツコツ細かいところまで覚えていく。そうやっていくといずれですね、もう必ず民法は得意になります。ね。なので最初はね、きつって思うと思います。なんせね、9ヶ月復習コースは非常に早いペースで、進んでいきます。なので、ね、本当辛いってなってしまうと思うんですけども、ね、そのあたりはですね、メリハリをつけていきましょう。最初から欲張らないことね、欲張って全部覚えようってなると破綻するんで、ね、メリハリつけていきます。で、前もね、お話ししましたけれども、このコースの、スタンスはギリでもいいから合格ラインに滑り込むですよ。ね、ということで重要知識にねテキスト絞ってあるんで、その中でもこうメリハリをつけながら進んでいきたいと思います。ね、極力分かりづらいところは説明してきます、ね、理解はできるようにしていきます。はい、まあ、なのでね、まあ、そういうところはきっちり理解していただき、あと覚えるところは覚える、ね、そんな形で進んでいきましょう。はい、で必ず実は結びますから、それは信じてください。さて、民法を学ぶ上でやっていただきたいことがあるんですけども、やっぱり法律の学習なんで、条文ね、条文にはちゃんと目を通すということをやっていただきたいと思います。ただね、条文丸々覚えるっていう必要はないんですよ、ね、法律の勉強って条文を覚えることだっていうふうに勘違いされてる方多いんだけど、そうじゃないんですよ、ね、条文さえ覚えりゃ受かる、そういうもんじゃない、ね、学ぶのは解釈です、ね、解釈とあとは問題の解決法、これを学んでいくというものになります。だからって言ってね、条文を完全にね、見ないっていうのはやめてくださいね、ちゃんとこういう条文があるというのは知っておかなきゃいけないからね、根拠条文があってこういうふうに解決するんだよっていうね、理解が必要になってきますから。ということで条文ですね、テキストにもいっぱい載っけてますけれども、重要条文に関してはちゃんと手元の、ね、六法なりご自身で用意していただいたね、条文集ですね、それを引いていただいて、でその時にね、作業していただきたいんですよ。まあ、どういう作業をするか、これはですね、条文に親しむための作業なので必ずやっていただきたいんですけれども、ただ見るだけ、目で追うだけだとあんまり頭に残らないんですね。なので色付け、ね、色付けしていきましょう。はい、まあ、条文にね、読んだものについては線を引くっていうことをやってもらいたいんですね。で色鉛筆ね、あまりペンとかでやると裏写りします。だから極力ね、色鉛筆でやっていただきたいんですけども、まあ、例えばですね、ちょっと色はですね、まあ、最大3色ぐらいがいいかなと思います。あんまりありすぎると悩むから、ね、何色つけようかなって悩んじゃうので、まあ、3色ぐらい、例えば、まあ、これは、まあ、ある意味これは、ね、単なる例なんですけど、まあ、ご自身の、ね、好きな色でいいんですが、まあ、とにかくね、3色用意していただいて、1色目はこれは義務とか要件とか、ね、それに関する条文、例えば水色、ね、水色で義務とか要件、例えば何々しなければならないみたいな、何々しなければならないって要件とか義務を定めているような条文に関しては水色などで、線を引く、まあ、青でもいいですけど、ね、で、次2色目に関しては効果が載ってる条文ですね。何々できるとか、何の効力を生ずるとか、そういう効果を定めている規定に関して線を引く。例えばオレンジとかね。はい。つまり要件効果で色分けです。要件効果で色分けしていただく。で、それ以外はピンクみたいな。まあ、あんまりこだわらなくていいですから、ね、そういうところに悩んで時間使うのもったいないんで、ね、あんまりこだわらず、あ、これ 4K っぽいから青、これ効果っぽいからオレンジ、それ以外ピンクでいいやみたいなね、そういう、まあ、曖昧な感じでつけていただければそれでいいですからね。まあ、この色付けしていただくのは条文に親しむという意味です。どんどんね、惹かれていくのが増えるのって嬉しいんですよ。読んでいてね、あ、こんなに自分頑張ってるんだっていうことがね、目に見えてわかるんです。で、あとこう条文に線引かれてると、あ、これ一度読んだことあるやつだなって思うと、まあ、こうね、
愛着っていうんですかね、なんかこう読みやすくなるっていうのもある、なんかちょっと可愛く見えてきたりもねするんですよ。だから必ずねこの条文の線引きやっていってくださいね。結構ね、六法が汚れていくのってね、まあ嬉しいもんなんですよ。勉強してんなってね感じがしてきますからね。はい。で、次、復習のやり方について説明をしていきます。全体構造編のね、レジュメの最後の方にも書きましたし、あとは憲法1回目のね、前半の時間使って、ご説明をしております。その通りにね、やっていただければと思います。もしですね、まだ憲法の講義聞いていらっしゃらない方については、憲法の1回目の前半の部分、ここだけでいいのでね、まず聞いてください。ね、その上で民法の勉強していただければと思います。はい。で、大事なのはやっぱりね、予習じゃなくて復習なんですよ。ね。先取りウェブ制度でどんどん前進んでいくっていうのは、これ非常に大事なことなんだけど、ね、講義じゃなく、自分で自力でね、参考書を読んでみるとか、それはやんなくていいです。ね、そうすると変な勘違いでね、進んでいったりもするし、大事なとこじゃないところを読んでしまったりもあるんで、自力での予習はやめてください。ね、その時間があるんだったら、復習をすること。復習が鉄則ですよ。はい。で、復習なんですけれども、問題演習っていうのも必ず同時並行でやってください。要はアウトプットですね。インプットの他にアウトプットっていうのもやっていただきます。で、私の講義ではですね、解くべき問題を、最後の方に指示する形で進んでいきます。で、例年、今までのね、講義では合格ゾーンしか指定してこなかったんですけれども、ちょっとね、今年から変えていこうかなと思ってます。はい。まずはですね、こちら映していきますね。ちょっと見づらいかもしれませんが、合格ゾーンのポケット版択一過去問足習、ポケタクって一般的には呼ばれてます。ポケタクの民法1文冊目、もう令和5年度版ね、出ましたので、こちらですね、ご用意いただきまして、基本これで問題を、ね、出していきたいなと思います。はい。これ一問一答集ですごい便利なんですよ。持ち歩きも楽です、ね、やりやすいんで、このポケタクでもって、ね、基本的には問題を出しますが、ただ一問一答集だけやっていたんでは本試験に対応できないんですよ。っていうのも、5足本試験では1問あたり出て、そこから選ぶっていうスタイルになってるんで、一問一答だけやってたんでは、その形式に慣れないんですよ。なので、ちゃんと本試験にも対応できるように、合格ゾーン、ごめんなさい、これね、1年古いやつで、今新しいの改訂中なんでね、古いのしかお見せできないんですけれども、これがね、合格ゾーン、去年までね、メインで出してたものなんですけど、この合格ゾーンですね、これも一部出します。去年ほどいっぱいは出しませんけど、ね、問題セレクトしてですね、この合格ゾーンも出しますので、基本的には両方ですね、これを私が指示したものね、解くようにしてください。はい。で、できれば次の講義までに解いてください、ね、次の講義までに解く。ただ時間がなくってね、忙しすぎて、全部解ききれないっていう場合もあると思います。そんな時にはどうするかっていうと、1問も解きませんはやめてください。ね、ゼロはなしね。1問でもいいので、ね、解くということをやっていただきたいなと思います。ね、1問でも解かないとき来る、やるとですね、緊張の糸切れるんですよ。1回でもサボると、ね、そこでサボり癖がつきます。だから、時間がいくらないときであっても、1問以上はですね、必ず解くということを心がけてくださいね。で、合格ゾーンなどで私が指示しなかったものっていうのはどうするかなんですが、直前期の3ヶ月で勉強の仕方を、ね、変えてもらいます。直前3ヶ月はもう生講義ないんですけど、年度別過去問って形で、例えばですね、平成、30年度の問題とか、平成31年度の問題っていう形で、今度ね、1年あたりの問題、これを一気に解いてもらうみたいなやり方に変えてもらいます。ね、それはまた直前のね、時期が近づいたら勉強方法はね、ご案内したいと思います。ということでね、合格ゾーン、もともと単位別、分野別で並んでいるんですよ。
それを直前3ヶ月では年度別で変えていただくんで、結局私が指定してなかったものも皆さんね、直前期になると解く形になるんで、ね、ですから指示してないものは今はね頑張って解かなくってもいいですよ。はい、まあ、もし指示した過去問では足りない、なんか物足りないってなった場合には、先取りウェブ制度まだ使える期間であればそれを使って先に進むということをやってくださいね。はい、で、あとね、レジュメの中にこういったものがあったと思います。9ヶ月の勉強方法書式の解き方レジュメ、これは憲法の1回目前半で使ったレジュメなんですけれども、勉強法の他に書式の解き方もね、書いてあるものになるんですよ。これ捨てないで取っといてくださいね。不動産登記法入りましたら書式の解き方レジュメ、これお持ちいただいて内容を説明しますのでね、これはいずれは使います。不動法に入ってから使いますので、指示したら持ってくるようにしてください。はい、で、一応合格ゾーンの使い方をご案内しておきますね。まあ、お見せするのはさっきも言ったように去年度版なんですけれど、皆さんは新しいものを、ね、ご購入いただきます。基本同じスタイルなんで、これ見せお見せしながらいきますね。まあ、まずはこう問題があったとして、次のページに解説があるんですよ。でこのまま解くと裏写りして、ね、回答が見えるんですね。だから後ろの方に合格ゾーンって、まあ、今年も同じであればなんですけど、こういう黒い、ね、紙が入ってます。でこれをピリピリっと、ね、ミシン目で切り離していただいて、下敷きみたいにしてもらうんですよ。そうすると裏写りしなくなりますのでね、ぜひ、ね、この黒いところ使ってくださいね。で、あとは合格ゾーンって、ね、下の方に学習記録というのがありまして、解いた日付とかね、あとはできたら全部できたら丸とか、ね、まあ、一応合ってたけど全部は分かんないよっていう場合には三角とか、間違っちゃったら×みたいに、ね、自分の結果を、ね、書けるような欄もありますので活用してください。で、注意点、注意点としては書き込みしないでください、ね。過去問題集って何回も繰り返し解くものなんですよ。何回も回します。ですからここにね図を入れちゃったりとか、回答を丸とか×とか直で書いちゃうと次に解くときに、ね、すっごい邪魔になりますね。結構購入すると値段するものなのでね、例えば、まあ、この去年度版のね民法のこれ中間なんですけど、値段はね、まあ、こんな感じで3600円プラス税みたいに書いてあったりするんですよ。だから1冊あたりまあまあの、ね、値段するんで、ね、1回こっきりじゃもったいないですから、ね、書き込みはしない。であと解説部分にもあんまりこう線引いたりしない方がいいです。裏写りするしね。だから綺麗な状態で使う。で答えはどうするかっていうと、別のノート作ってください。問題解く用の、別のノート作っていただいて、そこに回答は書くということをしてください。で、図のようなものは作ってもらいたい、ね。まあ、それは間違いなくやってほしいんですが、ここには書き込まないことですね。よろしいでしょうかね。はい、あとテキスト。テキストについては、速習コースはオリジナルのテキスト使います。今年民法はね、大きめの改正あったんで、改訂作業私ね、頑張りました。ということで、新しいですね、テキストを皆さんのお手元に来てるかなと思いますので、そちら使っていきましょう。はい、それで、ブレイクスルーっていうテキスト。これはですね、レックの15ヶ月合格コースっていうレギュラーのコースで使う、ね、テキストになってまして、9ヶ月速習コースでは一切使いません、ね。むしろブレイクスルーを改良しているのはこれだというふうに思ってください、ね。私ブレイクスルーテキストでちょっとここね、足りないな、こうしたいなって思ったところを全部こっちに反映しているんで、ね。オリジナルテキストこれで十分です。はい、ブレイクスルーテキストはいりませんのでご購入しないで OK です。であとは前も、ね、ご説明したと思うんだけど、サブノートのようなものは作んなくて OK でしょ。もう私ね、本当に皆さんが読みやすいようにと思ってですね、まとめて作ってますので、これ以外にご自身のまとめノートみたいなものは作らなくて OK。 とにかくここに情報を書き込んでいく、ね。情報はここに集約させていきましょう。一元化です、ね。これで何でも、ね、分かるように、はい。
非常にね、好評なテキストになってまして、ベテランの方ももうね、合格して実務入った方もこれ使ってますって方多いんですよ。ね、非常に嬉しい限りなんですが、ぜひぜひ皆さんも活用してください。はい。で、まとめノートは作らないでいただきたいんですが、作ってもらいたいものがあります。それが、表ノート。ね、憲法の時にもやってもらいましたけども、特に民法になったらね、図表増えます。会社法、商標法になっても、なったらもっと増えます。はい。で、このね、図表っていうのがすごい便利なんですよ。ね、頭ね、整理するのも便利だし、あとは、当練の前に覚えるためのツールとしても非常に便利です。なので、表ノート作りっていうのは、ね、必ずやってください。テキストとか合格ゾーンとかね、そういったものに載ってる図表なんですけど、そこに、テキストであれば私が、ね、ランク振ってきますからね、重要なものからダブル A、A、B、C って形で振っていきます。その中でピンクで印つけてくださいみたいにね、タイトルのところピンクで色つけてもらったものについては図表ノートにしていただきたいんですね。で、その図表ノートの作り方なのですけれども、理想は手書きなんですけど、時間がね、どうしてもね、なくなるはずなので、手書きでやるんだったら、自分でこう簡略化しつつ、ね、丸々写す、100% 写すってなるとですね、特に会社法だと文言長くなるので、ね、非常にですね、時間がかかってしまう。で、アウトプットの時間がなくなるというように、本末転倒になるんで、ね、もし手書きでやるんだったら、自分でこう簡略化しつつ、ね、まとめて図表ノートを作っていくと。で、その時間が取れないという方多いと思うので、その場合にはスマホで写真をカシャって撮っていくとかね、あとはコピーしてノートに貼っていくとか、そういう形でいいです。なので、とにかく作る。で、溜めちゃうときついです。いずれですね、溜め込んでもうできないは無理って言ってね、さじ投げることになってしまいますから、ちゃんと普段の復習時にね、特に眠い時がおすすめです。眠くてね、インプット作業やつでもカクカクってこうなっちゃうって時にはね、図表の音作りっていう作業をした方がいいですよ。はい。で、作ったものは必ず見る。これ鉄則です。ね、作って、はぁ、満足じゃダメですからね。しっかり持ち歩いて、見るということ。で、すっごい大量になっていくので、極力ですね、取り外しできるような形で作ってもらうといいかなと思います。必要な部分だけこう、バインダーみたいなとかね、ルーズリーフみたいなもので作っていただいて、で、こうね、必要なものだけ持ち歩くっていうような形。それがよろしいかなと思います。外出時にね、必ず見るとか、そういうようにね、やってください。で、一回覚えても、すぐ忘れちゃいます。ね、まず作った時に、一度、丸暗記、ね、自分でこう裏紙とかに書いてみるっていうことをやる。でもすぐ忘れます。だから何度も繰り返し覚えるっていう作業をね、やっていってくださいね。で、この図表ノートが一番ね、力を発揮するのは本試験当日です。本試験当日に持っていく。そうすると心の安定にもつながってくるしね、直前の確認、知識の確認もできるからね。なので必ず作ってください。はい、あとはね、間違いノート。間違いノートっていうのも、そうだな、今から作ると間違いだらけなんで、大量になっちゃうから、少しね、知識がついてきたなって思った頃ぐらいから、間違った、ね、問題に関して解説をまとめるような。といっても解説丸写しじゃダメですよ。合格ゾーンの解説って結構分量あるんで、それ丸写ししてると本当ね、時間もかかっちゃうし、手も疲れるんで、例えば自分なりに、あ、ここ大事っていうふうに、下線引っ張りたくなるようなところ。ね、そこを抜き出しておく、ね。そういう間違いノートですね。作ってみてください。間違いノートも直前期に威力を発揮します。はい。ね、ちょっと今やると分量多すぎになるので、ね、そのあたりは、ね、ちょっと、これは多すぎだわと思ったら、時期をね、もう少し遅らせてください。作る時期をね。はい。で、テキストに関してはですね、まず最初はベースの部分を押さえていく。中でもピンクで括弧した部分ですね。それを優先的に覚えていく。関連知識や発展論点。これは後回しでも OK です。で、ある程度こう知識が身についてきたって方であったり、民法の学習経験のある方については発展論点とか関連知識もね、読んでいきましょう。はい。で、テキストの方は、最後の方、後ろの方にね、
極索印ついてます。極索印ついてまして、民法はね、専門用語いろいろ出てきたりしますので、例えばパッと頭の中に何かのね専門用語が出てきた時に、でもなんだっけってなったら、この極索印ですね、使っていただければ、ね、そのページに行けるようになってますので、これね、ぜひぜひ使ってください。はい、以上ね、導入部分でした。さて次にね、一文冊目、民法相続、中身入っていきたいと思います。そしたらね、表紙のところにこんな風に書きましょう。民法の一文冊目ね、ここに民法相続って書いてください。では3ページ開いてください。第1章、私権の主体。はい、自然人法人大切能力ね、ここから見ていきたいと思います。では縦地盤、民法上の各能力の意義。はい、緑括弧です。縦地盤ね、緑括弧どこまでかと言いますと、4ページのラストのところまで緑です。さて図表の1、 B ランクで OK。 はい、権利能力、意思能力、合意能力、責任能力って言ってね、民法上はいろんな能力があるんですよ。これからね一個一個見てきますので、頭の整理のために後で見てください。次のページいきます。4ページ図表の 2B ランクです。年齢と各種の能力。はい、まあ、こちらもですね、能力のまとめとして後々使ってください。次いきます。5ページ縦に、権利能力。はい、民法は財産関係を規律するという観点から、法律効果を帰属させるにふさわしいと考えたものをすべて権利義務の主体としている。赤チェックです。主体となりうる地位、資格のことを権利能力という、はい、権利義務の主体になれる地位とか資格のことを、ね、権利能力と言います。イメージ図、はい、まあ、この図自主体は B ランク。はい、私権の主体、まあ、民法などの、ね、民法上などの民法上の権利など私権っていうふうに言うんですけど、私権の主体、主人公ですね、になれるのは人になります。はい、CF 動物はたとえ知能が高くってもね、権利能力はありません。はい、まあね、極論人だって動物でしょって言ったらね、まあ、それまでなんですけど、まあ、ここではね動物の中に人は入っておりません。人以外の、ね、動物というのは権利能力なしで、民法上人には2種類あって、自然人、法人があります。自然人、法人ですね。自然人っていうのはこれは人間です、ね、人間のこと。はい、まあ、我々みたいにですね、お母さんから生まれたというね、存在、人間のことを自然人と言います。はい、自然人は当然人ですので私権の主体で、あともう1種類、法人。はい、法人というのは例えば会社です、ね、会社をイメージしてみてください。で法人というのはこれはですね、人間が作り出した制度なんですよ。人間が作り出した制度である。まあ、目には見えません。はい、でこの2種類が民法上は人として私権の主体になっております、ね、この自然人、法人2種類は私権の主体になれる、権利義務を、ね、持てるということですね。はい、よろしいでしょうかね。で、動物には権利能力なしって言われてもね、イメージつかめないと思うので例を挙げていくと、例えばですよ、野良犬、野良犬が、突然噛みついてきた、で人が怪我しちゃったという場合において、その野良犬に対してですね、損害賠償請求っていうことはね、まあ、口で言うことはできても、例えば裁判でね、犬を被告として訴えを起こして不法行為責任を負わすみたいな、それはできないです、ね。なんで犬は権利能力がないので権利義務を負わないんですよ。
ね、6ページ2-1、権利能力の四季周期について。人はいつ権利能力を持ち民法上の人になるのか、そしていつ権利能力を失い民法上の人じゃなくなるのか。はい、民法の大原則の一個としてね、権利能力平等の原則っていうのがあります。権利能力平等の原則っていうのがあって、つまり人間であれば誰にだって権利能力っていうのが認められるよと。じゃ あこの権利能力をいつ取得するんですかっていう話です。はい、じゃあね、条文見ていきます。民法の3条、はい、1項です。私権の共有は出生に始まる。はい、条文ね、読むときに区切り線入れていきましょうね。私権の共有は出生に始まる。はい、要するに人って生まれた瞬間に権利能力を取得してきます。生まれた瞬間にね、権利能力を取得する。はい、ただ法人ね、法人には出生っていう概念はありません。お母さんから生まれるもんじゃないですからね、法人っていうのは出生がないんで、この1項は自然人だけの話です。はい、じゃあね、人はいつ権利能力を失うのかっていうと、条文いきますね。民法882条見ていきます。相続は死亡によって開始する。はい、それからその下、民法896条見ていきます。相続人は相続開始の時から非相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。はい、制度趣旨の下のところの電球印読んできます。権利能力の周期は民法上規定がないんですけど、死亡の時とされてます、ね、青チェック。自然人の権利能力が消滅する原因は死亡だけです。イメージ図いきます。はい、解体、解体というのはお腹の中に宿るということですね。赤ちゃんが、ね、出生しました、はい、出生によって権利能力を取得します。出生によって権利能力を取得する。で、権利能力を有するようになるイコール民法上の人になるということですね。そして人が死亡すると権利能力が消えていきまして、相続が始まっていく。はい、相続が始まると死亡と同時に非相続人が持っていた権利義務の一切合切が相続人に承継されていくということになります。7ページです。表の3、 B ランク、権利能力の四季と周期。じゃあまとめをしていきましょう。自然人の場合、自然人の場合四季は出生です、ね、権利能力は出生によって取得される。で、権利能力がなくなっていくのは死亡の時ですね。はい、ちなみに法人は設立で権利能力を取得します。例えば株式会社というのは設立登記っていうのをやって、で、設立されていくんですよ。設立登記っていうのがあると会社が成立する。そこで権利能力を取得していく。はい、で、法人の権利能力がなくなるのは解散して、その後清算っていうのをやるんですけど、その清算手続きが終わった時です。はい、その下、発展論点、まあ、通常ね、発展論点はもうちょっと後でもいいですよって言うんですけれど、ここでは少し見てきますね。1番、出生時から権利能力を取得していく。出生とは生きて母体から完全に分離することを言う。はい、全部露出説、もう完全に母体から出た状態で、そこで出生です。はい、まあ、基準は明確であることが望ましいから。それから2、司法上の権利の主体たりうるためには独立の存在であることが必要だから。はい、でなんでわざわざね、生きて母体から完全に分離なんてことを言うんですかというと、刑法と民法との扱い違うんですよ、ね。CF です。これ CF って比較っていう意味ですね。刑法においては一部露出説が判例通説になってるんですね。はい、
だから完全に赤ちゃんの体がお母さんの体から出てなくても人扱いしていくってことですね。はい、なんでっていうと、なるべく早い段階で人として保護を開始するべきだから。はい、結果どうなるか。母体から一部露出中のものを殺害した場合、そのものに対する殺人罪が成立するってことになります。はい、もうね、一部露出している状態ですので、刑法上は人扱いなんで、ね、その赤ちゃんを殺してしまうということになれば殺人罪が成立するんだよということですね。まあ、電球印で解説してあるので読んどいてください。ここは民法と刑法はね、扱いが違うんだというのを知っておいてくださいね。じゃあ次いきます。8ページ2-2、胎児の権利能力。さてさて、権利能力っていうのは出生で認められる、ね、つまり生まれた瞬間に権利能力を取得するわけだから、じゃあその前はって話になるんですよ。生まれる前のね、胎児の状態、胎児の状態の時にその子に権利能力があるのかどうか、ね、民法上ね、胎児っていうのは人じゃないんですよ。民法上胎児は人じゃない。はい、だから権利能力がないんだってふうにそれを貫いてしまうと、胎児にね、酷な状況が生ずることがあるんですね。はい、酷とか 不公平とか、まあ、そういったことが起こりうるんですが、その下の星印、なんで不公平なんですかと、ね、双子の出産を例に書いてあるので、ね、こちらはね、読んでください。胎児にね、権利能力認めないことで、不公平になったり酷になったりすることがある。はい、それが書いてあるので読んでいただいて、で、9ページいきます。真ん中らへん。不公平をできるだけ少なくするため、特に胎児の利益を守る必要がある次の3つの場合に限って例外的に胎児に権利能力が認められます。図表の4、A ランク。はい、原則はね、胎児には権利能力がないんですよ。ね、原則は権利能力なしです。ただ例外オレンジ。はい。以下の3つに関しては胎児はすでに生まれたものとみなされる。じゃあ埋めていきましょう。丸1番不法行為。丸2相続。丸3遺贈。1,2,3 全部ね、赤チェック。丸1番はね、不法行為に基づく損害賠償請求権。丸2は相続。丸3遺贈。不法行為に基づく損害賠償請求権、相続、遺贈、ね、この3つの場面においては胎児はすでに生まれたものとみなされる、ね、胎児はすでに生まれたものとみなされるということは、ね、この3つに関しては権利能力が認められていくってことですね。根拠条文、根拠条文はね、8ページ根拠条文ね、8ページのところに条文あるんで見ていきましょう。まず民法721条ね、読みますよ。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。はい、損害賠償請求権についてはすでに生まれたものとみなす。はい、みなすっていう言葉ですね。どういう意味か、どういう意味かをね、説明していきたいと思います。10ページのところで用語解説が載ってまして、みなすとか推定とかね、説明あるんだけれども、ちょっと分かりづらいので電球印でね、もうちょっとですね、分かりやすく説明してみました。まあ、みなすも推定するもね、民法やってるとよく出てきます。意味としては同一視するってことなんですよ。同一視するっていう意味合いは、まあ、持ってて、でそれは共通です。でもね、違ってるのが反証が許されるかどうか、
で、反証点なんですかっていうと、簡単に言うと、訴訟で相手方が述べた主張や証拠について否定したいものが、いや本当のところはこうなんだって事情を説明して、その証拠を挙げて反論することを言います、ね。反論する、それが反証なんですけど、赤チェック、みなすは反証が許されない、みなすは反証が許されない。でついでに推定するも赤チェック、推定する、反証が許される。みなすっていうね、効果が発生している場合には反証が許されない、つまり反証して同一視されちゃった効果を覆せません、ね。条文上こうみなすってなってるものに関しては、ね、本当のところが違っていたとしても、ね、反論して覆すことできないんですよ。次、推定するは反証が許されるんですね、反証して同一視されてしまった効果を覆せる、ね、本当のところが違ったという場合には訴訟でもって反論して、そのね同一視されちゃった効果を覆せるんですよ。ここが大きな違いね、はい。ちょっと難しい話なんだけど必ず覚えてください、ね。同一視するって意味合いでは一緒なんだけど、反証が許されるか否かで違う。よってみなすって規定されている場合、訴訟において実際と規定の内容が違うってことを証明したとしても、みなされた効果がね覆ることはありません。いやいや違うんだよっていうことをね、裁判で言ったとしても見なされちゃった効果は覆せないと、はい。8ページ戻っていきまして、民法721条ね、こちらについては損賠請求に関しては胎児はすでに生まれたものと見なすですね、はい。この見なすとか推定するってね、大事な、ね、話になりますので、意識しながら見るようにしてください。あ、ここ見なすだな、ここ推定するだなみたいにね。じゃあ次、民法886条以降、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす、ね、相続についてすでに生まれたものとみなす。2項、前項の規定は胎児が死体で生まれたときは適用しない、はい。で民法965条いきます。第886条および第891条の規定は受遺者について準用する、はい。受遺者という言葉が出てきました。でそもそもね、これ遺贈の規定なんですが、遺贈って何っていうとね、遺贈っていうのは10ページ用語解説、2つ目ね、遺贈、遺言によって遺産の全部または一部を無償でまたは負担を付して他に贈与すること、はい。遺言書での贈与です。遺言書で、ね、私が死んだら誰々に、何々をあげますみたいな。それが遺贈。で、遺贈を受ける人のことを受遺者って言います。遺贈を受ける人のことを受遺者って言うんですよ。はい。今ね、根拠条文見てみました。9ページ戻りましょう。図表の4。もう一回ね、例外の1、不法行為に基づく損害賠償請求権相続遺贈に関してはすでに生まれたものとみなされる。で、権利能力が認められるわけですよ。じゃあ具体的にどうなんのっていうと、赤ちゃんがまだお腹にいる、つまり胎児の時ね、この時にお父さんがね、交通事故で死んじゃったとします。でこの時にね、加害者、お父さんをね、交通事故で死に至らせてしまった加害者に対して、胎児は不法行為による損害賠償請求ができるってことです。それに、お父さんを相続するってこともできる。はい。で、あと、もしお父さんが遺言書残しててね、この中で遺贈を胎児にしていた。まあ、もちろんね、お父さんはまさかそんなことになると思ってませんのでね、もともと先のことを想定していたかもしれないけれども、まあ、たまたま遺言残してて、ね、赤ちゃんに対してですね、遺贈っていうのを書いていたという場合において、遺贈だって受けられる。胎児はね、遺贈も受けられますよ。はい、かな。この3種類。に限ってはすでに生まれたものとみなされる。
覚えておきましょう。はい、例外なのはこの3つだけですよ。この3つ以外においては胎児には権利能力はないです。はい、では11ページ発展論点、これはね、基本後回しで構いません。余裕のある方は読んでください。で12ページ2-3です。胎児の権利能力に関する法律構成。はい、ここに関してはですね、電球印、すでに生まれたものとみなすっていうね、条文上の書き方ね、この意味をめぐる争いの話なんですよ。学説が対立しているんですね。解除条件説と停止条件説っていうね、有名な2説があります。はい、でそもそもこれね、なんで争うんですかと。その意味としては、上のところ、電球印の上のところを見ていただいて、胎児の間に母が胎児を代理して損害賠償請求や示談遺産分割などすることできるのか、胎児の法律上の地位と関連して問題になると、ね。はい、まあ、胎児中に母親が胎児を代理できるかというところで違いが出てくるんですよ。はい、非常にね、重要な学説の争いなんですね。ですが近年はね、推論問題という形で出題されること自体が減っているので、ね、まあそんなにね出る可能性高くないんですよ。で、これ説明しようと思うと時間かかります。なので解説いっぱい作っときました。解説いっぱい作ってあるので、ここはですね、そうだな、もう今の段階で読んじゃいましょうね。今の段階で読んでください。はい、で16ページ図表の5 A ランク両説のまとめね。はい、どっち取るとどうなるかっていうのが載ってますのでね、これで頭整理してください。はい、非常に重要な学説の争いです。なので現時点でね、きっちり読むようにしてください。19ページです。2-4、同時死亡の推定。さて、さっきもねお話ししましたけれども、権利能力の周期っていうのは民法上ねバッチリ書いた規定はないんですけれども、自然人であれば死亡の時とされておりますよね。自然人の権利能力の消滅原因というのは死亡だけです。さて、人が死亡すると何が起こるか、相続ですよね。人が死亡すると相続が起きてくる。はい、でもね、その死亡の時期がいつかによりまして、相続人の範囲ってね大きく大きく変わっていくんですよ。はい、どういうことかっていうと、相続人になるはずの人が非相続人、非相続人ってね、亡くなった人のこと言うんだけども、非相続人より先に、ね、死ぬこともあります。はい、ということで、非相続人の死亡の時点がいつかっていうのはとっても大事な話なんですよ。非相続人が死亡したのいつっていうのは、法定相続人をね、確定する上でとってもとってもね、大事な情報なんですね。だから相続人確定させるときには、非相続人の死亡時期っていうのを特定しなきゃいけない、はっきりさせなきゃいけないわけですが、場合によってはですね、遺体が発見されないってこともありますし、遺体が発見されたとしてもですね、状態によってはいつ死亡したのかっていうね、確認がすごく難しい場合っていうのもあるんですよ。ということで、民法はね、同時死亡の推定という制度を認めてます。はい、条文としては民法32条の2。じゃあ条文見ますね。民法32条の2。数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡した者と推定する。では、その下。
ピンクで囲ってください。同一または各別の原因で死亡した場合、死亡した数人のうち1人が他の者の死亡後もなお生存したことが明らかでないときは、これらのものは書いてください。同時に死亡したものと推定される、同時に死亡したものと推定される、はい、同時死亡の推定ですね。じゃあどんな場面が考えられるかですね。事例で見ていきたいと思います。はい、子の奥さんが B で子供が C ね、そして右側文章、子と C が乗った飛行機が墜落してしまって2人とも死亡してしまったが、どちらが先に息絶えたのかが不明です。どっちが先に息絶えたかでね、相続関係が大きく変わるんです。シミュレーションしていきます。もし甲が先だった場合ね、1秒でも甲が先に息を引き取ったというような場合は、まあ、甲についてまず相続が開始するわけですので、ね、甲の財産を妻 B と子 C が2分の1ずつ相続することになりますよね。大丈夫？全体構造で、ね、法定相続の、ね、処理の仕方学習しましたよね。今回は奥さんと子供パターンですね。で奥さんは2分の1で、子供はみんなひっくるめて2分の1です、一人っ子なんで、ね、まあ、今回は2分の1、2分の1ってことですね。はい、で次に C が死亡、はい、そうすると C 財産は、ね、C の相続人は誰ですかっていうと、 C が配偶者もおらず子もいなかったということであれば、存続直系存続である B のみということになりますね、はい、だから C 財産は全て B が相続するんで、結局全部ね B に行く。ブランクに書いてください。 B って子と C の財産は全部 B に行く。じゃあ逆に C の方が先に息絶えた場合だったらどうか、ね、C が先であれば C の財産を親である子と B が半分ずつ相続ですね。で、その後子が息を引き取ったという場合、子の相続人っていうのは誰っていうと、もう子供先に亡くなっちゃっていませんね、そうすると配偶者と直系存続って組み合わせになりますね。はい、ですから C の財産は、まあ、最初は C がなくなっているので子と B が2分の1ずつ相続してて、その後子が死亡の結果、子財産は B 配偶者ね、配偶者3分の2 A が3分の1相続していくって形になって、で矢印部分ね、ブランクに A って書いてください。 A だって相続人になってくってことです。 A だって相続分が出てくるってことね。はい、このように同じ事故で死亡して、結果2人とも死亡してるわけですが、息引き取った瞬間が違うことによって、これだけね相続関係変わるんですよ。ですから死亡の時期を特定するのって非常に重要なことではあるのですが、でもどっちが先にね息引き取ったかの証明が難しい場合だってある、ね、その時に結局相続分確定できないってなっちゃうは困るから、民法は手当てをしてるってことね。この同時死亡の推定という規定を置いてるんですよ、ね、同じまたは違う原因で死亡したで、まあ、死亡した数人のうちね、その死亡時期がよく分かんないと、はっきり分かんないって時には同時に死亡したものと推定していくよっていうのがこの規定、はい、よろしいでしょうかね。でこの同時死亡の推定がねなされると具体的にどうなんのっていうと、下の方矢印あるんで見てきますね。同時死亡の推定により同時に死亡した者同士では相続が生じないことになる、はい、
婚姻間に相続が生じないことになるんですよ。これがね、同時死亡の推定の効果。で、矢印。結果、このね、事例だと、甲の相続人は書いてください。A と B です。もうね、婚姻間は一切他人のようなものって扱っちゃうんですよ。甲と氏の間はもう一切他人のようなものであるというふうに考えちゃう。で、甲の相続人は A と B。電球印。ただ、これはね、推定なんですよ。さっき見なすと推定の話しましたよね。同時死亡の推定ってね、条文にも書いてあるけど、推定する。で、文言になってます。見なすじゃない。 っていうことは、反証が許される。反証が許されますので、訴訟でもって、いやいや、甲と氏は、こういうタイミングで息引き取ってるんですよっていうね、そういう具体的な立証ができたならば、この同時死亡の推定は覆せる。現実はそうじゃないんですよと。正しいことを反証できれば、この推定は覆せます。かな。見なすと推定の違い、きっちり意識をしてください。20ページ。発展論点。ちょっと細かめな知識になるので、もう少しね、勉強進んでから見るようにしてください。で、問題解くときにはね、文末に気をつけてね、正しいものを選べみたいになってるときに、この同時死亡の推定が取り上げられて、文末が見なすってなってたら罰ですからね。これ推定するですから。同時死亡したものと見なす、丸か罰かってなってたら罰ですよ。さあ、失礼、21ページ、縦3番。意思能力。今まで権利能力の話してました。次、意思能力の話をしていきたいと思います。今までね、お話ししてきた権利能力っていうのは、私権のね、主体になれる資格のことだったんですけれども、権利能力は人間であればね、誰でも持てましたよね。でも、意思能力って人間であれば誰でもあるわけじゃない。ね。で、権利能力の方は、これはもう一般論の話であって、契約をもしやろうと思えば、当事者になって権利を取得できたり義務を負うっていうね、そういう能力なんですよ。で、じゃあ実際に権利や義務を負えるかってまた別の話なんです。実際に権利義務を負えるかってまた別の話。実際にそれらをね、負うためには意思能力ってものが必要になってくるんですね。3の1です。意思能力の意義と効果、図表の 6B ランク。じゃあ意義。意思能力の意義ね。自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力を言う。別に暗記しなくてもいいですよ。で、効果、赤チェック。覚えてほしいな、こっち。意思無能力者のした法律行為は無効とされる。意思無能力者のした法律行為は無効とされる。そもそもね、意思能力というのは、自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力。こんなこと言われても分かりづらいので、具体的にね、例を挙げていくと、例えばですよ、土地の売買契約を結んだのであれば、所有権がなくなってその土地を引き渡さなきゃいけないんだって判断できる能力です。もしね、自分が土地を売ったならば、その所有権を失ってね、その土地引き渡さなきゃいけないって判断できるような能力。これが意思能力。その能力がない人がなした法律行為、例えば売買契約などですね、契約行為は無効とされていきます。理由。法律行為による権利義務の変動は、自己の意思に基づいてのみ行わなければならないから。自分の意思に基づいてのみ行わなきゃいけないんだ。これ、私的自治の原則ですね。
はい、権利義務っていうのをね、負うには自分の自由な意思っていうのがあった場合じゃなきゃいけません。ね、意思もなかったのに義務を負わせるわけにいかないんですよ。で、あともう一個理由としては、意思能力がない人っていうのは、とにかくね、悪い人に食い物にされやすいんです。ね、カモにされやすいんですよ。ですので、そういった人たちをね、保護するっていう意味合いもあるんです。はい。じゃあ条文いきますね、上の方。民法3条の2。法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。実はね、このね、条文は債権法改正、平成29年にね、大きなのがあったんですけれども、それでもって新設された規定です。まあ、昔からね、解釈は同じだったんだけどね、その解釈が明文化されてます。じゃあ次、3-2、意思無能力者って誰ですかって話。意思無能力者に当たる人。1、子供、だいたい7歳から10歳でこの精神能力を持つものとされます。7歳から10歳ぐらいで意思能力っていうのはね、取得していくんだと。だから、例えば3歳の子供が一人でね、お菓子買いに来たとします。ね、まあ、見てるとすごい可愛らしい、ね、テクテクやってきてね、100円握りしめてね、これくださいって言って、そういう風に来たら、まあ、普通にお店の人はですね、はいどうぞって言ってね、普通にレジ打ってあげると思いますけれども、ただ、ね、民法上は3歳の子供には意思能力がないわけですから、ね、この売買契約は無効であると、ね、厳格に言えばそうなっちゃうわけですね。まあ、あんまり世の中そこまで厳格にはされてはおりませんけれどもね、現実と民法がこうやってね、違ってるってことはよくありますので、そこのところはあまり目くじら立てないようにしてください。じゃあ次、2番です。認知症患者、一般的に意思能力を持たないものって返されるんですが、意思能力をね、回復している状態もあるんですよ。その場合には認知症患者であっても意思能力はあります。はい。まあ、認知症にも程度っていうのがありますのでね、重度になってくると、もうね、自分の名前すらも言えなくなっちゃったりするわけで、ね、そういった方については、意思無能力ですね。はい。まあ、基本的には、やっぱり、まあ、程度はあるんだけれど、認知症って言われちゃうと、契約は控えられます。ね、例えば、こう、売買、契約、そのね、老人が土地建物を売るって風になって話が進んでます。ただ司法書士としては、売り主が認知症ですっていう風に聞いちゃうと、意思能力ね、ちょっとこれはまずいんじゃないのってことでね、契約はやっぱり控えるし、あとは成年後見制度っていうね、制度後でやるんですけども、それ使ってくださいっていう風に言うこともあるし、やっぱりですね、この意思能力の有無っていうのは司法書士は敏感にならないといけない。で、3番です。泥酔者。泥酔した者は事故の行為の結果を弁識できないと言えるんで、意思能力がない。はい。まあ、若干ね、酔っ払ってね、いるぐらいじゃこれには当たらないんですけど、もうほんとヘベレケ状態ですね、もう全然こう自分の意思で動けなくなっちゃうようなね、泥酔、激しい泥酔についてはこういうね、意思無能力になっちゃうことがあります。で、4、高度の精神病者ですね。はい。まあ、こういった人たちが結んだ契約は無効です。じゃあ次、22ページ。縦4、行為能力。はい。行為能力という話は、司法書士試験においては超品質。ね。で、行為能力の問題出るとね、基本的には正答率高いんですよ。まあ、なんせ民法入ってすぐっていうね、そういう話でもありますから、みんな勉強してるんですね、きっちり、ということもあり、正答率は高くなります。落としちゃダメです。落とすのは本当にもったいないです。まあ、細かいところまで学習が必要なんですけどもね、しっかり対策していきましょう。はい。縦4-1、制限行為能力者制度。じゃあ制度趣旨いきますね。意思能力のないもの、その他、判断能力が不十分なものを定型化して、各未成年者、成年非後見人、非補佐人、非補助人、それらのものを保護するとともに、取引の相手方を警戒させる制度です。
意思能力の有無の確認証明が困難であるので、より具体的定型的に判断能力の不十分なものを保護できる制度を創設した。はい、じゃあその下ね、ピンクで囲ってきます。性権行為能力者の行った過去保護対象となる行為は取り消しが可能なものとなる、取り消されるまでは一旦有効に成立する。ブランクにはね、取り消しって言葉と有効って言葉入れてくださいね。はい、じゃあ CF 見てきますね。意思無能力者が行った行為は絶対的に無効であるね、C か C、 逆説出てきました、ね、逆説出てきたならば、憲法の時もやったようにですね、鉛筆でシャーペンか鉛筆でですねマーク入れてきましょう。民法でもね、やはり同じように文章を読みやすいような工夫ねしていきましょうね。しかし、まあ、蝶々マークみたいな、マークを書いていただいて読みます。意思能力の有無の証明が困難ですので、保護として不十分である。はい、その行為当時意思能力があったかどうかの証明ってすごい難しいんですよ。例えばこう酔っ払ってましたと、ね、まあこうベロンベロンには見えるけれども、意思能力ある場合だってあるわけでね、目に見えてこう意思能力があります、ないですってことがね見えるわけじゃないんで、訴訟においてですね、意思能力の立証って非常に困難なんですよ。はい、ですから意思能力ない、ね、人がした行為は無効だよっていうのは、これ意思能力ない人の保護なんですよ、ね、おかしな契約結んでしまったら困るから、だからまあ無効にしてあげてるわけです。でも意思能力が、ね、ないことの証明ってすごい難しい。だから保護には不十分だよねと。そこで、はい、これ順説なんで、右がこう閉じてるような三角書いてきます。そこで、はい、意思能力の有無にかかわらず判断能力の不十分なものを定型化するということが必要で、その制度が性権行為能力者制度なんですね。で、性権行為能力者が行った行為ってどうなの？一応有効です、ね、この制限行為能力者ってなってる人がやった行為は一応は有効なんだけど、でもね、簡単に取り消しができるようになっています。はい、ね、無効と取り消しの違いは後でね、まあ、説明していきますね。有効なんだけど取り消し OK っていうね効果、ここではそうなります。読みますね。制限行為能力者の行為は取り消し可能であるため、その行為は不安定な法律行為となる。自ら安定した法律行為を行える者は行為能力者なんですが、これは制限行為能力者じゃないものってことになります。はい、電気印、無効と取り消しの違いはまた詳しく学習しますが、無効はね、最初から何もなし、最初からゼロです。取り消しはね、取り消されるまでは有効で、取り消されると最初から遡って無効になる。はい、現段階でですね、これちょっとね覚えておいてください。詳しくはまたいずれやりますけど、無効と取り消しって違うんですよ。無効と取り消しって別物です。無効は最初からゼロ、ね、取り消しの方は最初有効なんですよ、ね、最初は効力が生じています。で、取り消しの意思表示をして初めて最初から遡って無効になるんですよ。似たようなねものに最初は思えちゃうんだけど、でも全然違うんです、ね、取り消しの方は有効に成立してます。だから取り消しっていう意思表示しなければ有効なんですよ、ずっと。で、取り消しをすると最初から遡ってゼロになるというね、そういう効果なんですね。はい、全然違うものなんですよ。意思無能力者の行った行為は無効である、最初からゼロなんだけど、ね、でもそれが立証難しいから、ね、制限行為能力者制度っていうのを作ってる。
で制限行為能力者がやった行為については一応有効だけども取り消し OK、 取り消しすると最初から遡って無効になってく OK、 はい、では23ページいきます。はい、ここからね、制限行為能力者ってどんな人いるのっていうのを具体的に見ていきましょう。4-1-1 未成年者、はい、未成年者、ここ一番異議、年齢18歳に満たないものを言います。年齢18歳に満たないもののことを未成年者って言います。はい、これね、ニュースでも結構やってましたけれども、改正解説見ていきます。令和4年4月1日今年ですね、今年の4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられてますね。まあ、ついついね、20歳でしょって思っちゃうんだけど、これは改正がされてまして、今はもうね、18歳が成年者なんですよ。18歳に満たない人が未成年者ね。平成30年に民法が改正されまして、今年施行です。はい、で、まあ、これに伴って、まあ、これ民法前にね勉強したことある方向けなので、初学者の方はね無視していただければと思うんですけど、以前成年偽証っていう制度がありました。成年偽証ってね、まあ、婚姻した場合には、まあ、20歳に達していなくてもね成年扱いになるよっていうね、そういう制度があったんですけど、まあ、改正でですねなくなってます。過去2番いきましょう。未成年者の行為能力、未成年者の行為能力、さて事例いきましょうか。24ページの事例のとこ、さて未成年者A 君、17歳です、はい、17歳の A 君がですねバイク欲しいなと思って、ね、バイク店に行きました。そして親の同意なくバイク店 B でもってバイクを購入した、はい、この場合にはですね未成年者が親の同意なしにやった行為になるので、その売買契約は取り消しできる。未成年者がちゃんと有効な、ね、売買契約を結ぶときって、親の同意が必要です。親の同意を得るか代理してやってもらうかじゃないと、ね、その行為は完全に有効な行為にならないんですよ、ね、取り消しできるものになる。だからもしこの事例でね A 君が親の同意なくバイクを買いました、でその後になってうわ失敗したっていうふうに思ったならば取り消しができる。じゃあ逆に親の同意を得てこのバイクのね売契を結んでいたのであれば、後で失敗したなって思ったとしても取り消しはできません。はい、25ページです。図表の7見ていきますね。ランクは A ランク。はい、原則例外、まずは原則からいきます。未成年者が法律行為をするには、書いてください。法定代理人の同意。法定代理人の同意を要する。未成年者が売買契約みたいなね法律行為をするには法定代理人の同意がいります。でその下、同意を得ないでした法律行為は取り消すことができる。さて図の下星印、原則について法定代理人って言葉が出てきました。一体誰ですかっていうとね、2パターンいて、丸1番書いてください。親権者。はい、親権を持っているものですね。一般的には母親と父親。
丸二、親権者がいないときまたは親権を行う者が財産管理権を持たないというときには未成年後見人です。はい、まあ、今はね、丸二はちょっとマニアックめなので、丸一の方を覚えていただければと思います。法定代理人ではまあね、未成年者については親権者です。まあ、未成年後見人がなっていく場合もある。で、財産管理権持たないってどういうことっていうと、親権喪失の審判っていうのがあるんですよ。親としてね、まあ、ちょっと疑わしいというか、そんなね、行動をとってるような人については、親権喪失の審判っていうのをね、裁判所に出してもらうこともあるし、管理権喪失の審判っていうのを受けることもできるんですよ。ね、そうなってくると、財産管理権がないので、ね、未成年後見人って代わりの人を選んでいくんですね。はい。こういった人たちがね、法定代理人になります。はい。で、もうちょっとね、突っ込んで、未成年後見人っていうのは、具体的にはどういう人がなるのかっていうと、親権者がね、遺言で指定することもできますし、あとは家庭裁判所がね、選任してくれる場合もある。詳しくはね、親族法でやりますね。まあ、今はあまり気にしなくていいですよ。ひとまず法定代理人は親権者ということで覚えてください。はい、図表8いきます。あ、ごめんなさい、もう一回星印のところの原則に戻っていただいて、法定代理人ね、丸1丸2ってあって、丸2はちょっと例外的なんでオレンジで印つけときましょう。次、図表の8、未成年者の法定代理人の同意権、 B ランクでいいです。同意の相手方、未成年者、取引の相手方のどちらでも OK。 未成年者に対して親が同意するでもいいし、取引の相手方に対して親が同意する、どっちでも OK。 最も利害関係強いのは相手方なんで、そのものに対して同意をしても OK だから。で、親父はね、追認の話です。追認って後から認めるってことですね。事後的に承認することを追認って言います。まあ、追認だったら未成年者に対してやってもダメで、相手方にしなきゃダメというのがあります。で、同意のやり方は書いてください。目次でも OK、まあ、はっきり明示してなくてもいいってことですね。目次でも OK。 まあそうだな、具体的には未成年者が親に対していいいいって、これやっていいって聞いたときにココンってうなずいたとかね、目くばせでね、OK って言ったとか。次、同意の時期。同意は事前、書いてください。事前は少なくとも同時にされている必要があり、事後の同意は追認になります。じゃあその下、電球印いきましょう。未成年者の法定代理人は同意権の他にね、代理権も持ってますよ。よって未成年者の場合は、丸1、法定代理人の同意を得て未成年者自身が契約する方法と、丸2、法定代理人が代理して契約する方法があります。1、2、どちらかの方法を通れば契約は完全に有効ですから、たとえ後で後悔したとしても取り消しはできませんね。親の同意を得て未成年者自身で契約、もしくは親が代理して契約をしているという時には、もうもはや取り消しできないですからね、完全に有効です。一応有効の場合は取り消しができるってなるけど、ここでは完全に有効になってますのでね、取り消しはできないです。はい、まあ、例えばね、携帯の契約する場合、携帯の契約する場合ってね、普通、携帯会社のとこで、契約書を書きますけれども、もしね、未成年者が本人であるってことになると、親の同意欄っていうのがあったりするんですよね。そこに、親権者のですね、同意がある旨分かるように、証明捺印ですね、まあ、もらうという形。被災者はそういう形でですね、親の同意を得ております。はい、
じゃあもう一回図表の7戻りましょう。原則のとこ、未成年者が法律行為するには法定代理人の同意がいる、同意得ないでした、法律行為は取り消し OK、ね、で次例外、オレンジです。次の行為は未成年者が単独で有効にすることができます。次の行為は未成年者が単独で有効にできるということは、親の同意もいらないし、親に代理してもらう必要もないし、ね、未成年者だけで有効に、まあ、完全に有効に行為ができるってものがある。はい、丸1番です。単に権利を得または義務を免れる行為、権利を得または義務を免れる行為、権利を得または義務を免れる行為ね。これしらすら言えるようになってくださいね。未成年者が単独で有効にできる行為は単に権利を得または義務を免れる行為。じゃあこれについて、説明していきます。27ページです。タイトル部分オレンジ、例外について。1、単に権利を得または義務を免れる行為って何っていうね話です。図表の9、 A ランク、はい、じゃあ一個一個見ていきます。丸1番、負担のない贈与を受け、負担のない贈与を受ける。じゃあ電球印、解説見ていきましょう。丸1について、負担のない贈与、単なる贈与だとならば権利を得るだけなので未成年者に不利益はありませんので単独で可能です、ね、一方負担付きの贈与というのは、例えば老後の生活の面倒を見てもらうことを条件にお金を贈与するみたいな、贈与に一定の義務がくっついているもののことを言います。はい、負担付き贈与の場合って贈与も単に権利を得る行為とは言えないので法定代理人の同意が必要。はい、じゃあもう一回ね図に戻りまして、丸一番ね、負担付き贈与じゃないシンプルな贈与ですね。これあげるよって単純に言われた、ね、その場合においては単に権利を得る行為であるということで、未成年者は単独で有効に OK。 はい、贈与って契約ですよ。贈与って契約になりますから、あげるよって言われたことに対してありがとうもらいますっていうね承諾が必要なんです。で、未成年者が単に贈与を受けるっていう契約を結べるのかっていうと、ね、単に権利を得る行為だから未成年者は単独で有効にできるということね。はい、でも負担付き贈与ってことになると、ね、老後の面倒を見るっていう負担がくっついちゃっているのであれば単に権利を得る行為じゃないですよね。だから単独ではできません。単独で有効にできない。 もし親の同意をな、親の同意を得ずに、はい分かりましたっていうふうに、言ってしまって負担付き贈与契約が成立したという場合には取り消しできるってことです。はい、いいかな。丸2番いきます。負担のない遺贈を受ける、まあ、これも贈与と一緒、ね、負担のない遺贈を受けるのは単に権利を得る行為だから単独で有効にできるけど、負担付きの遺贈を受ける場合には単に権利を得るとは言えないから単独ではダメ。で次、今度ね丸4いきましょうか、ね、丸4、債務の免除を受ける、はい、未成年者側が債務を免除してもらうということですね。これについては未成年者に利益な行為ですよね。借金がチャラになるわけだから、ね、未成年者に利益ですよって法定代理人同意なく単独でできます。次丸5、債権の弁済を受ける、はい、債権者側が未成年者ってことでしょ。債権者側が未成年者で債務者から債権の弁済を受ける、失礼、債務の弁済を受ける。例えば貸してましたと、お金を貸していた、で債務者からそのお金を返してもらうっていうね、未成年者が債権の弁済を受けるっていうのはこれ引っかかりやすいんで気をつけてね。
×ついてます。単に権利を得または義務を免れる行為っていうものに当たらないんです、ね、これねちょっと勘違いしやすいんですよね。だって弁済受けるのっていうのは利益じゃんついて思ってしまうんです。だから引っかかりやすいんですよ。でもこれは利益を単に、ね、単に権利を得る行為じゃないんですね。なぜっていうと、利益を受けると同時に債権を失うことになるからです、ね。確かにお金返してもらいます、まあ、いいように思えるんだけど、債権は消えていきますので、ね、債権の消失ってのを伴うんですよね。だから単に権利を得るって行為じゃないんですよ。未成年者は債権を失います。失うものがあるからよってね、これは単独ではできない。次いきます。今度ね丸6、相続の承認とか相続の放棄、これね×ついてますね。単独では有効にできません。相続っていうのはプラスの財産もマイナスの財産も承継していきます。それで、まあ、特にね意義なく相続しますっていうのが相続の承認です。で、逆に相続したくないですって言ってね家庭裁判所に対して放棄の手続きを取っていくっていうのが相続の放棄です。いずれにしてもね、この行為は単独ではできないんですよ。なんでっていうと、相続を承認していくとマイナス財産の承継がありますよね。もし被相続人にマイナス財産があればそれ承継しちゃいます。なので単に権利を得る行為って言えない。それから相続の放棄、はい、相続放棄をすると、最初から相続人じゃなかったってことになるのでプラスの財産も承継できないんですよ。プラスの財産も承継できません。なのでね、単に義務を免れる行為って言えないんですよ。大体ね相続の放棄するときって、被相続人に多額の借金があるとかそういった場合にやることが多いんですけれども、まあ、別にですねプラスの財産あったって相続放棄ってできるんですよ。まあ疎遠にしてたとかね、まあ、いろんな事情があるんでしょうけれども、いやいや私相続しなくていいですっていう時にはね相続の放棄できるんです。で相続放棄するとプラスの財産も承継できないので単に義務を免れる行為って言えないんですよ。はい、ですから両方バーツで、最後丸三戻ります。はい、負担のない遺贈の放棄、はい、負担付き遺贈の放棄、はい、まあ、遺贈に関してはね私遺贈受けませんって放棄の意思表示ができるんですね。で、負担も何もない遺贈を放棄するという場合、これはね財産取得の機会を失います。遺贈受けられなくなっちゃうので単独ではできない。で問題、負担付き遺贈の放棄ですね。負担がくっついちゃってる遺贈を私嫌ですっつって放棄する場合ですね、まあ、これね負担自体は免れますけれども財産は取得できないわけですから単に義務を免れる行為って言えないですよね。はい、というように、ね、図表9みたいに細かく、ね、考えなきゃいけない問題あるんです。この図表9ですね、まあ、特に丸5ですよね、丸5これ引っかかりやすいので気をつけてください。はい、25ページ25ページ今ね例外の丸1の話しました。でまだ丸2丸3残っております。これ後半に回しますね。じゃあ、まあ、10分間休憩入りたいと思います。お疲れ様でした。9ヶ月合格特集コース本論編、民法不動産登記法1回目後半の講義担当秋元で始めていきたいと思います。はい、ですね、もう民法入っちゃってからで申し訳ないんですが、憲法のテキストでちょっとですね不足してたことがありましたので、ごめんなさい、この機会で申し訳ないのですが訂正をさせてください。憲法のテキストで24ページで、緑括弧の始まりを私ですね、お伝えするのを
し忘れたというところがあって、24ページの縦にですね、ここから緑括弧なんですね。これをちょっとね、その当時お伝えしなかったので、で今日ね、お伝えさせてください。申し訳ありませんでした。でこのね、縦にから緑括弧始まりまして、終わりはね、まあ、もうこれはもう皆さんにはつけてもらったんだけど、25ページの、はい、25ページの一番最後のところね、はい、24の縦にからね、25のラストのところまで緑でした。大変失礼いたしました。はい、さて、本格的に、ね、民法入りました。それでですね、まあ、もちろんこういう法的な、ね、知識を学んでいくというのが、まあ、試験勉強ではありますが、この試験勉強頑張るとともにですね、この試験勉強って肩こりとの戦いでもあるんですよ。まあ、やっぱりですね、こう勉強してると下向いてることのが多いので、ね、非常にこの辺凝ってまいります。だからちょいちょいですね、天井見るといいそうですよ、ね。ついついこう上見るのなかなかしなくなるけどね、例えば1時間に一遍なり休憩時間なりですね、こう上を見上げる、そして首回しをするとか、あとはこのね、肩甲骨周り、可動域だん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 狭まっていくとですね、非常にね、辛くなってまいります。だから休みのね、時間にはこうやってね、肩に手をね、ちょっと指をこう当ててぐるぐるぐるって肩甲骨周りを意識するような形でね、回していただくといいです。はい、あとストレッチとかもね、取り入れてみてくださいね。ガチガチにね、体固まっていくとね、本当ね、頭痛もしてくるし、目も痛くなってくるし、ね、冷えにもつながるし、風邪ひきやすくなるしでね、本当いいことないので、ちょいちょいこうストレッチを入れてみてください。はい。ということで、テキスト、ね、続きいきましょう。では25ページ図表の7、未成年者の行為能力のとこね、例外です。丸1はさっきやりましたので、丸2からいきましょう。次の行為は未成年者が単独で有効できるよ。で丸2、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分し、または目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為。まあ、長いので、ですね、28ページ丸2、ちょっと分解しながらいきましょう。丸2、赤チェックです。処分を許された財産の処分に関しては、未成年者であっても単独で有効にできるよと。はい、スモール A、 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分する行為。例えば大学の学費、ね、大学の学費、まあ、これはね、学費として使いなさいというふうに目的を定めて処分を許しています。この目的の範囲内であったら、未成年者も単独で有効にできますよということですね。それから、括弧 B、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為。例えば、お小遣い、ね、毎月のお小遣いを貯金して車購入するには、法定代理人の同意は不要。お小遣いっていうのは、もうね、その金額の中で自由に使っていいですよって言われてるものなのでね、お小遣いの範囲内であれば未成年者も単独で有効にできます。じゃあ次25ページ戻りまして、例外の欄の中丸3番です。法定代理人から一種または数種の営業を許された未成年者の営業に関する行為。はい、これについても単独でできるよと。じゃあ具体的に見ていきましょう。28ページ丸3番です。赤チェックね。法定代理人から一種または数種の営業を許された未成年者の営業に関する行為。はい、法定代理人から、ね、一種または数種の営業を許された未成年者の営業に関する行為。その下の矢印いきましょう。その営業に関する行為の範囲内でのみ、成年者と同一の行為能力が認められる。はい、親からね、要件を満たした許可っていうのを営業に関してもらったと
というような場合、その影響に関する行為の範囲内においては成年者と同じ行為能力があるものとされますので、許可の範囲内であれば一切の行為を、ね、単独でできる電球印です。営業の許可の範囲内で親の法定代理権は消滅したって考えます。でもいろいろ要件があるんですよ。 A 特定の営業であることを要する。はい、スモールね、包括的な営業の許可は×さて、まあ、例えばですね、魚屋さんを営むお父さんが亡くなってしまった。そして、17歳の、ね、息子が魚屋さんを継ぐような場合など考えてみてください。母親がね、もうあなたも大きくなったから魚屋さんやってもいいよっていうふうに許可をした。そしたら、ね、その魚屋さんという特定の営業の範囲内においてはその未成年者は単独で有効に行為ができると、ね。包括的な営業の許可はダメだから、さっきみたいに魚屋さんならやっていいよっていうふうに、ね、特定するのは OK。 でも魚屋さんでも肉屋さんでも花屋さんでも何でもやってもいいよって、これはアウトです、ね。何でもかんでもやってもいいっていう許可はダメね。いろんな業種の中にはありますけどね、その全ての営業、その、ね、全ての数種の営業をね、許可していいわけじゃない、ね。業種の許可しない、あ、しね、業家の、うん、あれ、業種の限定はしないっていうのはダメですね。はい、具体的に営業の種類を特定する必要があります。包括的な許可だと未成年者の保護にならないからです。どういうことっていうと、世の中にある全部のね営業に関して単独で契約できるみたいにしてしまうと、そもそもね制限行為能力者制度っていうのは制限行為能力者の保護のためのものなんですよね。未成年者がおかしな、ね、契約を結んでしまった時に取り消しできるようにしてあげて守ってあげようっていう、ね、趣旨のものですから、ね、何でもかんでも世の中の、ね、全部の業種について営業していいよっていうのを認めてしまうと、どんなにその未成年者に、ね、詳細があったとしても、ね、失敗だってすることあるわけですよ、ね。経験がまだまだ未熟ですからね、まあ、間違ったことしやすい部分もあるので、そんな時に取り消し権、ね、行使できなくって困りますよね。よって、許可の種類は限定してあげる必要があります。はい、食堂の経営ならいいよ、魚屋さんだったらいいよっていうようにね、具体的に営業を特定するということが必要です。それからスモール B、1個の営業の一部の許可というのは×。例えば魚屋さんやってもいいよ、ただしマグロは高いから扱っちゃダメとか、50万までの取引や仕入れだけやっていいよとか、ね、魚屋さんの中でも一部分だけ、ね、不許可にするとか、そういったことはやっちゃダメ。工事できないから取引の安全を害してしまうんですね。はい、まあ、取引の相手からしてみれば、ってマグロを扱っちゃダメなんて、ね、聞いてなかったよって、そんなん知らないよって、その境目がよく取引の相手には分かんないんですよ。はい、ですから、ね、営業の一部分だけ許可するっていうのはダメ。はい、戻りましょう。25ページね、25ページ戻りまして、例外のところね、丸1、丸2、丸3、今説明しました。これらに関しては未成年者が単独で有効にできますので、親の同意がなくても、親に代理してもらわなくても、ね、完全に有効な行為ができます。はい、逆に言えば後々ね後悔しても取り消しできないってことですよ。はい、でね、26ページ発展論点、発展論点なんですけど、これね、すっごいよく出るんですよ。で、若干分かりづらいところがあるので説明します。未成年者が法定代理人の同意を得ず単独で行った契約を未成年者自身で取り消す際に、取り消すことについて法定代理人の同意が必要なのか、不要、赤チェックです。そもそも問題点としてこれね、何の話してるかっていうと、未成年者が本当は法定代理の同意を得なきゃいけないのに得ずに単独でやっちゃった、そうすると取り消しできるわけですよね。で、じゃあ問題は取り消すこと自体に法定代理人の同意がいるのか、
取り消すこと自体に親の同意がいるのかっていうと、いらないよってのが答えです。取り消しすることにつき親の同意はいりません。理由、もし未成年者が法定代理人の同意を得ずに取り消ししたときに、同意を得ていないからといってその取り消しをさらに取り消すってことを認めると法律関係が複雑になっちゃうから、ね、親の同意をしないで取り消しをしました、親の同意を得ないでね、取り消ししました、だからその取り消しを取り消しますみたいな、複雑になっちゃうんですよ。ね、親の同意を得ないでした取り消しだったからといってその取り消しを取り消しますみたいな、ね、ややこしい、ですから、ね、親の同意なく取り消しはやって構いません。矢印です、赤チェック。未成年者が取り消しする際には法定代理の同意はいらず、未成年者は単独で有効に取り消しができます。ね、取り消しの取り消しって認めると複雑になっちゃうから、ね、未成年者が、ね、取り消しするときには親の同意なくして単独で有効に取り消しができます。はい、過去問の番号がいっぱいついてますね。これいっぱいついてればついてるほど出題実績あるってことですよ。これ過去問の番号ですからね。はい、まあ、テキスト読むときにはですね、この過去問番号、これをね、意識しながら見ていくと重要な情報なのかそうじゃないのかっていうのも分かりやすいです。はい、じゃあそうしたらですね、今度は30ページいきます。30ページ、かっこ3、未成年者の、ね、法定代理人が誰ですかということが載っておりますが、ここは見といてください。で次、31ページ、まあ、誰ですかの話じゃなくて、権限の話か。まあ、ここは読んどいてください。で31ページ、4-1-2、成年被後見人の話していきます。はい、あとね、もう一回30ページ戻っていただいて、語呂合わせっていうね、コラム出てまいりましたね。民法についてはね、語呂合わせ作っときました。はい、まあ、私はね、あんまり受験時代に語呂合わせ使ってなかったですけれども、やっぱりね、語呂合わせ使った方が覚えやすいものもあるんで、ね、これは、まあ、覚えやすいなと思ったものはね、取り入れていってください。31ページ4-1-2、成年被後見人の話していきますね。さて、今からやっていく話ってね、年齢的な話じゃなくて、精神上の障害に基づく制限行為能力者の話なんですよ。精神上の障害に基づく制限行為能力者。で、精神上の障害に基づく制限行為能力者には3種類の方がいます。じゃあ、あとね、点々の枠のところ、星印見ていきましょう。能力の高さっていうね、図なんですけれど、今3種類いるよって言いましたよね。成年被後見人、被補佐人、被補助人。この方々が精神上の障害に基づく制限行為能力者です。それで、能力の高さ。まあ、要はですね、意思能力ですね。意思能力とか自理弁識能力とか言うんですが、そういった能力がどんどん高くなっていくのが被補助人。一番低いのが成年被後見人なんですよ。はい。能力ね、右に行けば行くほどこう高くなってきます。じゃあ1種類ずつですね、見ていきたいと思います。じゃあ最初、成年被後見人から、過去一番の意義ですね、ピンクで囲っていきます。はい、いますね。精神上の障害により自理弁識能力を欠く状況にあるもので、家庭裁判所の後見開始の審判を受けたものを言う。
はい、精神上の障害でね、自理弁識能力を欠く状況にあるもので、家庭裁判所の後見開始の審判を受けたものが成年被後見人です。さて、状況ね、常っていう字と今日の字、実況中継の今日ですね、点々打っといてください。自理弁識能力を欠いてるのが普通の状態ということですね。意思能力、自理弁識能力っていうのをね、欠いてるのが普通の状態、これ状況というふうに言っています。で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人のことを成年被後見人と言います。で、例えばどんな人がね、この成年被後見人になっていくのかっていうと、実務上一番多いのは認知症の方だったり、アルツハイマーになってしまったっていう高齢者ですね、はい、あとは事故とかで意思能力を失っちゃったような、ね、方々も、成年被後見人になっていくってことがね、結構あります。で、ここは要注意なんですけれども、認知症になっちゃいましたイコール成年被後見人じゃないですよね。認知症になってしまったとしても、後見開始の審判っていうものを裁判所によって受けない限りは成年被後見人にならないです、はいね。例えばですね、認知症もちょっとね、重度になってきたりすると、もう完全に行使能力ないわけですから、契約が無効になっちゃいますよね。で、高齢者の方の場合に実務的に多いのは、施設に入るから自宅売りますっていうね、そういった話が多いんですけれども、そうすると意思能力がね、まあ、ないわけだから、せっかくこう契約続けていってもひっくり返ってしまって怖い、だからやはりね、こう認知症っていうふうに聞くと、まあとりあえずですね、司法書士はそのね、方にお会いするんですよ。で、ちょっとお話をしてみてですね、ちょっと加減を見ていくんですけれど、厳しいなって思えば、やはりですね、成年後見制度を進めてきます、ね。成年後見制度を使って、後見開始の審判っていうのを出してもらう。そして後見人っていうのをつけてもらってね、それで契約するっていうことを、ね、やらざるを得ないんですよ。まあ、ここのね、境が難しいところではあるんですけれども、司法書士って義務として、人、物、意思の確認っていうのがあります。人、物、意思の確認。まあ、本人かどうか。あとは、登記する物件がそれでいいのか。あとは、意思ね。登記意思があるのかとか、意思能力あるかどうかっていうところですね。必ず確認するんですよ。なので、結構ね、高齢者が、売り主ですっていう時には、ね、ちょっとこうやはりですね、意識を上げていてですね、意思能力大丈夫ですかっていう確認をしたり、もしその方が施設に入ってるってなると、契約の場に来れることの方が少ないですから、ね、施設の方まで司法書士行くんですよ。行って本人確認します。で、それでちゃんと話をしてね、で、まあ、名前が言えるとか住所言えるとかだったら、まあいいだろうみたいな、実務的にはそれで通しちゃうこともあります。でも、これはちょっと厳しいなってなると、これですね。後見開始の審判の手続きを取るんですよ。裁判所に対して、ね、家庭裁判所に対して、このね、成年後見制度を利用するための申し立てってのをやります。はい。で、後見開始の審判が降りたという時に、成年被後見人になりますからね。大丈夫？はい。まあ、ちなみに、後見開始の審判を降りるまでは、いろいろな手続きがあるんですけれども、早くて1ヶ月、長くて4ヶ月ぐらいはかかっちゃうんです。はい。で、その後、まあ、後見に着くんですけど、後見に1回着いたら、その方亡くなるまで一生です。で、成年被後見人の方はね、ずっとその後見人に代理してもらうことになっていきます。それっきりで終わりじゃないんですよ。はい、それではですね、法律的な話に戻っていきますね。では2段落目読みますね。後見開始の審判の請求権者は赤チェック本人、実際上は、ね、本人はもうね、かなり認知症進んでいるでしょうから、やってことはないんですけどね、まあ、本人もできます。
と配偶者4親等内親族未成年後見人未成年後見監督人補佐人補佐監督人補助人補助監督人そして赤チェック検察官である。これ丸々覚えるのきっついんで、ね、別にこれ一言一句間違わずになんて思わなくていいんですよ。で、赤チェックしたもの、ここ間違いやすいんで覚えてください。本人と検察官、検察官もね、申し立てできるんですね。これ押さえときましょう。あとはいろんな人ができるみたいな、そんなぼやっとした認識でもいいですよ。はい。で、こういった人たちが申し立てをします。いろいろね、診断書とかもね、添付書類でつけていきます。で、32ページ括弧2番です。後見開始の審判の効果、はい、後見が開始し、書いてください。成年後見人が付される、うん、はい、後見が始まってきまして、成年後見人というのが付されていくんですけども、成年後見人は家庭裁判所がね、後見開始の審判を下すときに職権でね、選任していく形です。ただね、ちょっと実務的な話すると、申立書に、成年後見人の候補者っていうのをあらかじめ書いてきます。ね、ですので、例えば親族っていうのを書いていくこともできるし、自分が、ね、この人だったら信頼できると思った司法書士だったり弁護士だったりを、ね、候補者として書いていくということも可能です。で、成年後見人には特に資格がないです、ね、なので誰でも、ね、なることはできます、まあ、ですが司法書士は今この成年後見制度に非常に力を入れてまして、リーガルサポートっていうね、団体作ってます。司法書士はね、リーガルサポートっていうね、団体作ってまして、そこに司法書士登録しておくとですね、裁判所が名簿から司法書士を選んでいくときなどに、話が来たりします、まあ、もしくはね、自分のお客さんねの成年後見人候補者として名をね、申し立て書に書いていくということもできます。で、このリーガルサポートに所属するためには登録が必要です。登録をするためにはそのためのね、研修っていうのを受けます、でついでに登録するとね、登録費用っていうのも月々かかるそうです、はい、で、すいません、ちょっと実務的な話をねしていきますけれども、親族とかね、やっぱりこう成年後見人候補者になりたいですって人は多いんだけど、実はですね、候補者として書いた人が必ず裁判所から選ばれるとは限らないんですよ。ね、この人が適してるなとかね、適してないなっていうふうに、裁判所は審査するわけなんです。もし適してないと思うと名簿から、司法書士なり弁護士なりを選んでしまうんですね。で、今まではその扱いがほとんどだったんです。自分の親族を選んでいって候補者に書いていっても知りもしない、ね、司法書士弁護士が勝手に選ばれちゃうみたいな、そういうことが非常に多かった。でもこの間ですね、最高裁がちょっとそれ見直しましょうよっていうね、そういうね話をしまして、その結果今はだいぶね、親族後見人っていうのが選ばれるようにはなってるようなんですね。はい。で、ね、この成年後見人っていうのはボランティアじゃないんですよ、報酬っていうのを払わなきゃいけません。だからね、専門家がついちゃうとずっと報酬を払う必要が出てきちゃうんですよ。大体ね、月2万ぐらいが相場です、ね、1年間で24万本人のお財布からね払っていかなきゃいけなくなるんですね。はい、ということで、まあ結構ね、成年後見制度っていろいろね、こう使い勝手悪いところもあって、もうちょっと見直しした方がいいんじゃないのっていうことは実務では今ね動きがあるところです。はい、では括弧3番いきましょう。成年被後見人の行為能力、図表の10、B ランク。じゃあ原則いきます。成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。成年被後見人が単独でやっちゃった法律行為はってことですね。取り消しができます。で、矢印です。で、ここね、要注意なんですけど、赤チェック。成年後見人の同意を得て行った行為でも、なんと取り消しできます。成年後見人が同意をした。
それで、青年被告後見人が行ったって行為ね、これは取り消しできちゃうんですよ。はい、これ要注意ですね。青年後見人が同意をしてて、で青年被告後見人がした法律行為、ね、は取り消しできちゃう。理由は事実上同意があっても法的な意味がない。1番、同意があったって被告後見人が期待通りに行動するとは限りません。2、同意があった場合の取り消しを制限しても意思無能力による無効の主張をされるかもしれないという相手方の不安は除去されないんであまり意味がないと。はい、ということでですね、青年後見人っていうのは代理権はあるんだけど同意権がありません。代理権はあるけど青年後見人ってね、同意権がないんですよ。だってね、同意したって取り消しできちゃうわけですから。青年後見人が同意してたってね、取り消しできちゃうわけですから、青年後見人には同意権がない、代理権だけです。よって、もし青年被告後人が有効に法律行為をしたいっていうのであればね、青年後見人に代理してもらわなきゃダメってこと。青年後見人に同意を得て青年被告後人自身で行為をするってやり方は取れません。はい、例外いきましょう。例外ね、オレンジです。赤チェック。日用品の購入その他日常生活に関する行為は青年被告後人が単独で有効にすることができる。はい、日用品の購入その他日常生活に関する行為は青年被告後人が単独で有効にすることができます。理由、生活必需品の購入のようなことまで取り消しの対象とすると本人の自己決定権に対する過剰な介入となってしまうから、また残存能力の活用を妨げ社会からの隔離を助長することになってしまうから。さて、電球印で補足しますね。日常生活に関する行為とは本人が生活する上で通常必要な行為を言います。典型例としては食料品や医療品などの日用品の購入であったり、電気ガス水道料金等の支払いや、これらの支払いに必要な範囲内の預貯金の引き出しなどです。自己決定の尊重の観点から単独ですることが認められています。はい、まあ、例えばですね、青年後見が開始した、ね、要は認知症のご本人が、後見開始の審判を受けて、ね、青年被告後見になりました。で、後見人がリーガルサポートに登録している司法書士だったとしましょう。で、その司法書士はその後どんな仕事をしていくのかっていうと、その青年被告後見の財産管理っていうのをやっていくことになります。ね、介護はやらないです。で、介護をやるのはヘルパーさんの人とか、ね、介護の施設の人だったりとかしますのでね、司法書士は基本的に財産管理をやる役割です。はい、まあ、例えばですね、年金がちゃんと口座に振り込まれてるかなっていうのを確認していったり、介護施設の支払いっていうのを本人に代わってやるって言っても、本人の貯金からですよ。司法書士のポケットマネーからやるわけじゃないですよね。あとは不動産を売るってなった時にはその売買契約を代理するとかね、そういった財産管理でのやってあげて、年に1回とかね、裁判所に報告書をあげていくんですよ。はい、で、報酬さっきね、月2万ぐらいが相場と言いましたが、月々払われるわけじゃないんです。裁判所に報酬のね、決定申し立てみたいなものを年1でやって、で裁判所が報酬金額を決めて、で、本人の財産から払ってもらうみたいな、そんな形になります。はい、で、司法書士はね、その青年被告後見人と毎日会ってるかっていうと基本そんなことはなくって、まあ、例えばね、月1とかで会うで、ちょっとお話をしたりとかね、あとお小遣いあげたりとかするわけです。で、お小遣いって言ってもこれもしつこいようですが、司法書士のポケットマネーじゃないですよ、ね、本人の預貯金から
こうね、金額を渡してあげるという形になると。で、そのお小遣いの範囲内で、その青年非貢献人は日用品の購入などなどできるわけです。ね、だって、例えばトイレットペーパーなくなっちゃったわって買いに行くのに、わざわざ司法書士呼びますかって。ね、トイレットペーパーすいません、今急いでるんですって買ってきてくださいなんてね、司法書士だってね、そんなんで呼び出されたらね、ちょっとね、たまたもんではないので、まあ、こういうね、日用品などなどはご自身でやれるようにしましょうということですね。はい。ね、青年非貢献には単独でできます。やっぱり能力ですね。能力をこうまだ、ね、できる部分だってあるわけですから、そういうところを尊重してあげましょうよという観点もあります。では33ページです。括弧4、登記による公示。登記による公示。貢献開始の審判が確定したときは、裁判所機関が登記書に対して貢献登記の嘱託をしていきます。はい。青年非貢献人になった場合にはですね、登記されるんですよ。裁判所書記官が嘱託でね、登記してくれます。なので、貢献登記のね、登記事項証明書というのを交付受けることができます。サンプル載っけておきました。ね、登記事項証明書っていうね、タイトルで、貢献開始の裁判がいつありましたよとか、青年非貢献人誰ですよとか、青年貢献人誰ですよとか、そういった情報が載っております。はい。で、34ページ行きまして、電球印。青年貢献の登記は、法務大臣が指定する登記書が取り扱います。指定受けるのは、当面、東京法務局だけです。九段下にあります、東京法務局。はい、括弧5番です。貢献開始の審判の取り消し。貢献開始の原因が闇。自利弁識能力を欠く状況じゃなくなり、一定の請求権者からの請求があれば、家庭裁判所は貢献開始の審判を取り消さなければならない。その結果、貢献開始の審判は将来に向かって解消する。じゃあ、電球印、青チェック。自利弁識能力を欠く状況がなくなっても、一定のものからの請求により、家庭裁判所によってこの貢献開始の審判の取り消しを受けなければ、いつまでも青年非貢献人のままであることに注意をしましょう。自利弁識能力を欠く状況がなくなった、まあ、例えば事故、ね、事故に遭ってしまって、ね、こう意識をほとんどこう失っているような状態の人が、まあ、青年貢献に貢献制度を使っていて、で青年、非貢献になってたと。でその後こう、ね、意識をしっかり取り戻したというような場合ですよね。この時に自動的に青年非貢献人じゃなくなるわけじゃないんですよ。はい、一定のものからの請求で火災により貢献開始の審判の取り消しですね、これ受けないといつまでたっても青年非貢献人のまんまです。はい、これがね、青年非貢献人ですね。35ページ4-1-3、今度非補佐人いきますよ。非補佐人です。はい、非補佐人は31ページの能力の高さの図でいうと真ん中にいますね。はい、じゃあ35ページ4-1-3、非補佐人括弧1、異議いきます。ピンクで囲いましょう。はい、精神上の障害により自利弁識能力が著しく不十分なもので、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けたものを言う。精神上の障害により自利弁識能力が著しく不十分なもので、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けたものを言う。さっきの青年非貢献人と定義若干違ってますね。どこ違うか分かります？はい、青年非貢献人の場合には自利弁識能力を欠く状況ですよね。欠く状況でも、非補佐人になると著しく不十分なんですよ。著しく不十分。はい、
遺伝子機能力というのが、ね、セネヒー国によりは高いです。で、補佐開始の審判というのを、ね、火災で受けた人のことを言います。補佐人というのがつくんですけど、補佐人も、ね、家庭裁判所が選任していきます。じゃあ補佐開始の審判の請求権者です。本人、配偶者、四親等内親族、後見人、後見監督に、補助人、補助監督に、検察官。はい、括弧に、補佐開始の審判の効果です。赤チェック、補佐が開始し、補佐人が付されます。はい、補佐開始の審判があると。補佐が始まりまして、補佐人が付されます。で、家裁が職権で選んでいきます。過去3番、被補佐人の行為能力です。図表11 B ランク、はい、被補佐人ですね。被補佐人の行為能力、原則被補佐人が赤チェック。民法13条1項2項の法律行為をするには補佐人の同意を要する。さて、民法13条1項2項の法律行為を被補佐人がしようと思ったならば補佐人の同意がいるということですね。条文見てきましょう。6法、民法の、ね、13条を見ましょう。民法の13条、はい、見ます。13条、被補佐人が次に掲げる行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。ただし第9条正し書きに規定する行為についてはこの限りでない。で、ね、1号から10号まで羅列されております。これらの行為、これらの行為を被補佐人がするときには補佐人の同意がいるんだよということね。はい、戻ります。テキスト35ページ図表11、原則のところ矢印赤チェックです。補佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした法律行為は取り消すことができる。はい、13条1項2項に、ね、載ってるような行為、これを単独でやると取り消しできる。補佐人の同意なくして13条1項2項の行為をやると取り消しできる。はい、でね、13条1項ってさっき条文ね、見ていただいて内容は特にね、まあ、読み上げてはおりませんが、特に重要な財産行為について定めてるんですよ。特に重要な財産行為です。それらをやるためには、ね、補佐人の同意がいる。で、例外です。オレンジ。次の行為は被補佐人が単独で有効にすることができる。次の行為は被補佐人が単独で有効にすることができます。1、民法13条1項2項以外の法律行為ね。被補佐人の場合には13条1項2項に載ってる行為が単独で有効にできないだけなんですよ。だから13条1項2項に載ってないものについては単独で OK ね。それから丸2、日用品の購入その他日常生活に関する行為、これはさっきの青年被告権人と一緒です。はい、それでね、補足なんですが、補佐人ってね、代理権がありません。補佐人には代理権がないです。補佐人には原則代理権なし。はい、民法の13条1項2項の行為につき同意ができるだけなんですね。代理をして行為をするっていうのは原則できません。でも例外があるんですよ。38ページのね、発展論点、38ページ発展論点の2つ目の資格
2つ目の四角に青チェックしていきます。発展論点2つ目の、ね、四角青チェック。補佐人には原則として代理権はない。ただしここから例外オレンジです。家庭裁判所は一定のものの請求によって特定の法律行為について補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。補佐人は同意権があるだけで原則代理権なしね。ただし家庭裁判所は一定の人が請求することによってある行為に関して補佐人に代理権を与えるっていうね、審判を下せます。ね、特定の法律行為っていうのは何でも構いません。まあ、何でもいいので、この行為については補佐人に代理権を与えてくださいっていうね、請求をする。それで裁判所がいいですよってね、審判を出すと。そうすると、その特定の法律行為についてだけ代理権が、ね、補佐人には与えられることになるわけですね。はい、よろしいでしょうか。そしたら36ページ括弧4です。36ページ括弧4、補佐人の同意を要する行為。補佐人の同意がいる行為、つまり図表12ね、B ランクなのですが、民法13条1項に載ってる行為ってどんな行為ですかっていう話。民法13条1項の行為、補足いろいろね作ってあります。13条1項は1号から10号までありまして、で、これね全部覚えるのきついですね。じゃあその実益あるんですかっていうと、正直そこまでね覚える、意味がないので、図表12の中身に関してはさーっと目を通していただいて、ただ特にね、丸6赤チェック、これ覚えておいてください。相続の承認、放棄、または遺産分割。ここは出がち。はい、まあ、相続の承認、放棄、または遺産分割については、ね、被補佐人は補佐人の同意を得ないとダメということね。これ覚えておいてください。後のものに関してはもうちょっとね余裕があってか、余裕が出てきてから、まあ、じっくり見るって形でも構いません。じゃあ次38ページです。括弧5、補佐人の同意を要する行為の追加、青チェックしていきます。家庭裁判所は民法13条1項所定の行為以外の行為についても補佐人の同意を要する旨の審判、過去補佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判をすることができる。はい、さっき図表に載ってたね、13条1項所定の行為じゃない行為についても補佐人の同意を要するようにする審判っていうのができるんですよ。これがね、民法13条2項なんですね。13条1項所定の行為以外についても補佐人の同意を要するようにする審判、ね、それを求めることができます。これが13条2項ですね。で、これね、補足なのですけれども、13条1項に当たらない行為、すべてについてってわけじゃないんです。13条1項に当たらない行為のうち、ある特定の行為について、補佐人に同意権を与えるっていうものですよ。13条1項に載ってないもの、すべてにおいても同意権を与えるとか、そういうことではなくて、ね、13条1項載ってない行為、まあ、いっぱいあるわけで、その中のある特定の行為について補佐人に同意権を与える、そういうもんです。はい、でこの13条2項の、ね、審判が降りたというような場合には、ね、その
13条1項以外の行為の中で、家裁が指定した行為をするときには補佐人の同意がいるということになります。はい、よろしいでしょうかね。まあ、追加的に同意権が認められた行為についても13条1項の場合と、ね、取り扱い一緒です。同意を得ないでその行為やっちゃえば取り消しができる。ただ日常生活に関するものだったら単独でできるという形になります。はい、さて38ページね、括弧6、登記で公示される点とか、括弧7、補佐開始の審判の取り消しの話とか、さっき成年被告権人でやったのと同じような話です。読んでいてください。39ページ、次4-1-4です。被補助人。はい、精神上の障害に基づく制限行為能力者の中では最も、ね、能力が高いというような存在です。被補助人、括弧1番異議です。ピンクで囲っていきます。精神上の障害により自理弁識能力が不十分なもので家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者を言う。ブランクには不十分って言葉と補助開始の審判って入れてください。さて、成年被告権人、被補佐人と定義どの点が違いますかね。ここですよね、不十分、不十分。成年被告権人の場合には、各状況でした。で、被補佐人の場合には著しく不十分でした。でも被補助人の場合には不十分ですからね。で、補助開始の審判を受けたものを言います。補助のほの字間違えないようにね、補佐人のほとは違いますよ。補うの方です。じゃあ、被補助人の方っていうのは実務上ね、どんな方がいらっしゃるかというのを、まあ、私がね、以前実務で仕事した時の被補助人についてご紹介していきたいと思います。まあ、その方はですね、ちっちゃい頃に交通事故に遭ってしまったということなんですよ。で、その時の後遺症でね、脳が少し損傷してしまって、で、判断能力にですね、若干問題が出てしまったっていうケースだったんですね。はい。まあ、普通の生活はできるんですよ。でもね、例えば買い物に行きますと、おかしなものを買っちゃったりするんですね。あまりこうセーブが効かないんですよ。例えばこうあんまりお金がないにもかかわらず、高いねロレックスの時計をね、買っちゃったりとか、あとは使いもしないのにねセールスマンに言われるがまあまあ、あの高いね英語教材どっさり買わされちゃったりとかね。まあそんな形で買い物する時にですね、騙されやすいっていうところがあったんですね。はい、まあ、そういった場合にはこういうね、補助開始の審判っていうのを受けて、補助人をつけてもらって、で財産管理をね多少こうサポートしてもらうということをねやります。はい、補助開始の審判の請求権者は本人配偶者4親等内の親族後見人後見監督人補佐人補佐監督人検察官である。その下発展論点青チェックです。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意を要する。はい、本人じゃない人がねこの申し立てをするときっていうのは本人の同意がいります。電球印読んできましょう。補助開始の審判だけは本人以外の人の請求によるときには本人の意思尊重のために本人の同意がいります。これに対し、後見開始の審判と補佐開始の審判の場合はね、本人以外の請求による場合でも本人の同意っていらないんですよ。
結構ここね、試験的にというよりは実務的に大事な、違いになります。はい、まあ、なんでっていうと、非補助人に、なろうとしている方々ってかなり意思能力あるんですよ。ちゃんと自分で判断っていうのはある程度できる人たちなんですね。ですからやはり、その人たちの意思は確認しなきゃいけないんです。まあ、この補助人つけられると多少不便な生活を強いられるわけですよ。ある行為については同意がいるみたいになるわけで、本人にとっては縛りがかかるわけだから、ちゃんと意思を問わなきゃいけないんです。よって、補助開始の審判についてだけは、本人じゃない人からこの制度を使いましょうっていう申し立ての時には、ちゃんと本人の同意を得ないといけない。でね、その下、混乱しがちなんですが、補佐人の箇所で本人以外の人の請求による場合に本人の同意がいる場合があったとあるのですが、これ何の話っていうと、前のページ戻ってきますね。38ページです。38ページの発展論点。発展論点とこ、さっき青チェックしてもらった部分ね。代理権付与の審判の話。代理権付与の審判をするときに、その審判の求める請求が本人じゃない人からされた場合には、本人の同意を要するということ書いてあるんですよ。これと混乱しやすいよって言ってます。これは代理権を付与する審判の話ね。代理権を付与する審判のときには、本人じゃない人からの請求だったら本人の同意がいる。で、戻ります。39ページ。被補助人の話なんですが、これは代理権付与の話じゃなくて、もう最初の補助開始の審判段階からです。補助開始の審判段階から、本人じゃない人からの請求があるときには本人の同意がいるよってね。その違い、押さえておいてください。で、括弧2番、補助開始の審判の効果です。赤チェック。補助人が付される。はい、補助開始の審判がなされると、補助人っていうのが家裁の、職権で選ばれることになります。まあ、もちろん候補者っていうのは申立書に書いてきますよ。で、その下、赤チェック。補助開始の審判は、丸1、同意権付与の審判、丸2、代理権付与の審判の一方または双方と同時にしなければならない。結構ここが複雑です。40ページの星印、補助人の権限。補助人の権限ね。ケース分けが必要です。3パターンあるんですよ。これしっかり覚えてください。丸1、補助開始の審判プラス同意権付与の審判のパターンと、丸2、補助開始の審判プラス代理権付与の審判っていうパターンと、丸3、補助開始の審判プラス同意権代理権付与の審判のケース。ちょっと分かりづらいんだけど、補助開始の審判は絶対です。プラスで同意権を与える審判か、代理権を与える審判か、両方かです。よろしいでしょうかね。丸3は同意権も代理権も両方付与してますよ。で、丸1は同意権だけ、丸2は代理権だけです。補助開始の審判を請求するときにどれか選べるんですよ。請求権者は、どれか選んで申し立てをしていきます。どのパターンも補助開始の審判は絶対ですよ。さて、どの形なのかによって補助人の権限って違う。丸一の場合には矢印です。補助人は民法13条1項の行為のうち、同意権付与の審判で指定された特定のものにつき同意権を持つ。民法13条1項に載ってる行為全部じゃなくて、そのうちのどれかにつき同意権を持つんですよ。
大丈夫でしょうかね。補佐人の場合は13条1項のね、規定されている行為全部ですけど、補助人の場合には13条1項の行為全部じゃなくって、ね、裁判所でもって指定された特定の行為についてだけ同意権を持ちます。次、丸2、代理権不要の審判を受けた場合ですね。補助人は代理権不要の審判で指定された特定の法律行為につき、書いてください。代理権を持つ。同意権じゃなくて代理権ですね。代理権を持っていきます。で、ここの特定の法律行為はね、13条1項の行為には限られないです。13条1項じゃない行為でも、代理権を、ね、この行為については付与してくださいって言えるんですよ。じゃあ次、少々お待ちくださいね。はい、失礼しました。次、丸3番です。補助開始の審判プラス同意権代理権付与の審判、両方ね、審判出してもらった場合は同意権代理権付与の審判で指定された行為につき書いてください。同意権、中点、代理権、同意権、中点、代理権です。で、この同意権に関しては13条1項のものに限ります。13条1項のどれかに限る。じゃあ注意事項いきましょう。補助開始の審判だけすることは不可です。それから ① から ③ すべて本人以外の請求の場合には書いてください。本人の同意が必要。日用品の購入、その他日常生活に関する行為は単独で OK。 それから民法上制限行為能力者と呼ばれる被補助人は、書いてください。同意権付与の審判を受けた者のみである。これね、大切な情報です。民法上制限行為能力者と呼ばれる被補助人って同意権付与の審判を受けたものだけなんです。だから丸2の被補助人って制限行為能力者じゃないんですよ、ね、被補助人すべて制限行為能力者じゃないんです。はい、ケースね、1、2、3ってありましたけど、1と3の場合の被補助人が民法上の制限行為能力者ね。1と3の場合だけが制限行為能力者なので、1と3の場合に、被補助人が本来だったら、ね、補助人の関与が必要な行為にもかかわらず単独でやっちゃったという時に取り消しできるってことになります。じゃあ丸2の場合、丸2の場合にはとある行為につき代理権っていうのが補助人には認められているわけですよね。で、その行為についてもし本人が単独でやっちゃったと、本人がやっちゃったとしても、それはもう取り消しできないということですね。青年、ごめんなさい、この丸2のケースにおいては制限行為能力者扱いじゃないんで、ね、本人がやっちゃったとしても取り消しできません。じゃあ丸2って何の意味があるのと、それね、制度としてある必要あるみたいなね、どういう実益があるのかっていうと、結局、ね、自分の意思で代理人選ばすと変な人選んじゃう可能性あるわけですよ、ね、ですからあらかじめこうやって代理人を置いといてあげるんです。それによって何かの被害を防ぐんですね、まあ、そういう意味で実益があります。
じゃあ40ページの括弧3です。被補助人の行為能力。被補助人の行為能力です。図表13、B ランク。原則です。赤チェック。被補助人が補助人の同意を要する法律行為をするには補助人の同意を要する。矢印です。補助人の同意のを得ないでした法律行為は取り消しできます。その下例外オレンジです。次の行為は被補助人が単独で有効にすることができます。丸1、補助人の同意を要する法律行為以外の法律行為。2、日用品の購入その他日常生活に関する行為ね。さて、発展論点。発展論点の一つ目の資格は、さっき私がですね、口頭で説明しちゃいました。じっくり読んでいただくとね、さっきのね、解説もあるので、ご理解しやすいかなと思います。で、括弧4、括弧5、登記の話と、補助開始の審判の取り消しの話が載っています。42ページ、4-2、制限行為能力者制度の比較です。制限行為能力者制度、未成年者と成年被公権人と被補佐人、被補助人、4種類の、ね、方々見てまいりました。図表14、タイトルピンク。とっても大事な図表です。図表のとしていただいて、ね、覚えていきましょう。この制限行為能力者の話、細かいところまで出がちです。なので、曖昧に覚えてると、正解までたどり着けません。正確に押さえていきましょう。43ページ図表 15A ランクタイトルピンク。こちらも図表の図にしていってくださいね。で、細かいところまで覚える。はい、まあ、補足します。ちょっと実務的な話をしますね。やっぱりこうね、実務の話があるとね、興味が湧きますでしょ。なので、まあ、なるべくですね、実務の話をね、盛り込んでいきたいなと思ってます。まあ、この精神上の障害に基づくね、制限行為能力者、成年被公権人、被補佐人、被補助人といるわけですが、実務的に一番多く使われているのは、成年被公権人の、ね、制度になります。はい。まあ、被補佐人、被補助人の場合っていうのは、そこまでね、実務上は多くはないんですよ。で、まあ、どの人の保護者、をやるのが司法書士的には楽って言い方はあれですけど、大変なのかっていうのは、被補助人の保護者として補助人をやるのはかなりね、実務的には、まあ、大変っていう話を聞きました。成年被公権人についての公権人の方が仕事するのはね、楽って言うんですよ。どういう意味かっていうと、成年被公権人の場合って本人が基本意思能力がないわけです。でもうね、後見人は代理できちゃうわけですから、もうね、あんまり本人の意思とか確認する必要がなく代理できちゃうわけですよね。だからあんまりこう本人とのぶつかり合いとかがないんですよ。でも、被補助人の場合にはかなり意思能力ある人たちであって、自分の気持ちとかいろいろあるんですよ。主張とかもあるし、わがままもある意味言われたりするらしいんですよね。だからこの本人とのやり取りっていうのがなかなかにね、苦労するらしいんですね。はい。ということもあり、なかなかですね、被補佐人とか被補助人制度っていうのはそんなには伸びてない。まあ、成年被公権人の制度の方がどんどんこうね、まあ、やはりこう超高齢化社会に伴い認知症の方も増えてますので、ね、需要っていうのはどんどんね、成年後見制度は増えております。はい。それで次行きますね。45ページです。4-3。制限行為能力者の相手方の保護。制限行為能力者の今度相手方の保護の話です。今までね、お話ししてきたように、制限行為能力者の行為っていうのは取り消しできるわけですよ。だから、制限行為能力者側の人たちは、自分がね、単独でやっちゃった行為について後悔した。ね、やば、失敗したなーっていうふうに思えば取り消しをするということで保護されるわけです。でも、じゃあその相手方どうですかと。法律行為の相手方はね、
不安定な立場に置かれちゃうんですよ。つまり制限行為能力者が単独でやった行為っていうのは取り消しできるまで有効ですよね。で、取り消しされちゃうと最初から遡って無効になってしまうということです。なので、相手方はドキドキするんですよ、ねえー、法律行為がちゃんとそれ効果が確定するまではドキドキしてしまいます。だっていつ取り消しされるか分かんないってなると不安でたまらないですよね。よって民法は相手方を保護するためいくつかの制度を、ね設けているんですね。図表 16B ランク、はい。まあ、制限行為能力者特有の制度として1、相手方の催告権、2、制限行為能力者の詐術、あと取り消し権全般の制度として法定追認、取り消し権の短期消滅事項。では括弧1、相手方の催告権です。相手方の催告権、じゃあ民法条文いきましょう。民法20条1項、制限行為能力者の相手方はその制限行為能力者が行為能力者過去行為能力の制限を受けない者を言うとなった後、その者に対し1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に取り消す、その取り消すことができる行為を追認するかどうかを確当すべき旨の催告をすることができる。この場合においてその者がその期間内に確当を発しないときはその行為を追認したものとみなす。はい、長かった、ね、わけですが、こういう条文こそ、ね、区切り入れながら読んでいくんですよ。で、特にね、括弧書きが、挿入されていて読みづらくなったりもします。だから条文ね、初めて読むときには括弧とりあえず飛ばす、括弧とりあえず飛ばして、ね、本文のとこだけ読むってことやってみてくださいね。さて、追認って言葉がね、中で出てきましたよね。追認って言葉ね、はい、追認というのは事後的な承認です。事後的な承認のことを追認と言います。事後的な承認のことを追認という。さて、この20条1項なんですけど、もう一回もう一回読んできますよ。制限行為能力者の相手方はその制限行為能力者が行為能力者になった後、その者に対し1ヶ月以上期間定めて、その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうか確当すべき旨の催告をできる。はい、ちょ整理しますね。制限行為能力者が単独でやっちゃった行為なので取り消しができる行為になってます。有効ではあるけど、ね、取り消しができる行為になってるわけですね。で、相手方は制限行為能力者側に取り消しするんですか、それとも追認するんですか、ね、時間あげるので、その、ね、時までに答えてくださいねっていうふうに催告ができる。それが20条1項です、ね、取り消しするんですか、この契約でいいんですか、ね、答えてくださいと、時期あげますんでと、ね、それまでに答えてねというふうに催告できる。で、時期は1ヶ月以上の期間定めてあげます、ね、最低1ヶ月はなきゃダメね。はい、46ページいきます。46ページ、催告を受けた者が誰であるかによって当該催告に格闘しなかった場合の効果が違う、はい、ここね、とっても大切ですよ。催告を受けた者が単独で追認できる場合、書いてください。追認偽性、単独で追認できない場合取り消し偽性です。
催告を受けた者が単独で追認できる場合、この時に確答を発しなかった、そうすると追認犠牲で、単独で追認できない場合に確答を発しなかったという時には取り消し犠牲になる、はい、犠牲って言葉、これみなすって意味です。犠牲って言葉、みなすって意味ね。はい、さて電球印で補足あるんですけど、これ読む前に注意書きからいきます。注意のところ、前提情報です。未成年者とかね、成年被後見人って意思表示の受領能力がないってされてます。未成年者、成年被後見人って意思能力の受領能力がない、意思表示受け取れないんです。ってことはですよ、催告は法廷代理に対してするんですよ。法廷代理に対して催告しないといけない。でもし未成年者、成年被後見人、本人に対してしちゃった催告ってどうなんのって言うと無効です。無効になりまして、追認犠牲も取り消し犠牲も生じません。 CF これに対してね、被補佐人、被補助人、補助人って受領能力あります。はい、かな。未成年者、成年被後見人は意思表示を受領する能力がそもそもないんで、法廷代理に催告するんですよ。では電球印に戻っていきます。単独で追認できる場合っていうのは、単独で判断できる場合って意味です。例えば、催告を受けた人が親権者とか後見人の場合です。はい。相手方がね、親権者とか後見人に対して、催告権を行使した。でも、期間内に確答を発しなかったという時には、追認犠牲なので、追認したものとみなされるんですよ。なんでっていうと、催告も受けて単独で判断できるのにかかわらず答え返さなかったので、ペナルティです。これキーワードね。単独できちっと判断できる人にもかかわらず、期間内に答え返してないからペナルティ。ね、ペナルティとして追認犠牲。ね、もう承認したもの、もう取り消ししませんっていうふうにね、事後的に承認したものとみなしていくんですよ。として相手方を保護する。これに対して単独で追認できない場合っていうのは、単独で判断できない場合です。つまり催告を受けた者が被補佐人や被補助人だったっていう場合です。ね、被補佐人、被補助人は意思表示の受領能力があるので、ね、催告の相手方になれるんですよ。でも答えを期間内に発しなかった、そうすると取り消し犠牲です。取り消したものとみなされます。なんでかっていうと、単独で判断できないのであるから、答えなくてもしょうがないから、ね、はい、よろしいでしょうかね。このね、単独で判断できる場合に答えなかったならばペナルティ、単独で判断できないんだ、単独で判断できないんだから答えられてなくてもしょうがないだろうっていうね、この2つの観点、キーワードになりますからね。これしっかり理解していただき、で、次図表17見ていきますよ。 A ランク、タイトルピンクです。はい、制限行為能力者の法律行為の相手方の催告権。図表ノートにしていただきたいのですが、これね、無理くり覚える必要ないんです。今言ったことがちゃんと理解できていれば、で、答えは自分で出せる。見ていきますよ。まずはね、制限行為能力者が未成年者の場合です。で、相手方の催告の時期が制限行為能力者である間、まあ、要はまだね、18歳に達していない時期ですね。この時に、相手方は誰に催告するかというと、法廷代理人ですね。はい。でも、ちゃんと時間内に確答を発しなかったという場合はどうなるかっていうと、原則、追認犠牲。ね、理由はペナルティですね。ちゃんと判断できるのに答え発しなかったからペナルティ、追認犠牲です。で、例外オレンジ、ここはちょっと細かいです。この例外はね、細かい話になります。まあ、なので今ちょっと置いときますね。次、未成年者が行為能力者になった後、まあ、18歳に達しましたっていう場合には、催告の相手方は本人ですね。そして、確答不発信の場合の効果は追認犠牲、
ペナルティです。もう成年者に達してるわけで、ね、きっちり判断できるにもかかわらず答え発しなかったんだから、追認偽性。ね、次、成年被告権に行きます。成年被告権にが制限行為能力者である間は成年後見人に対して催告です。でも格闘発しなかった。ペナルティですね。追認偽性です。で、例外はオレンジ。ここもちょっと細かめなので、後でね、軽くだけ説明します。で、次。成年被告権人が行為能力者になった後は本人に対して催告。格闘発しなかったならばペナルティ。追認偽性。次、被補佐に行きます。制限行為能力者である間は、本人に対して催告しても OK です。で、本人に催告しました。でも、格闘不発信の場合は、被補佐人ですからね。単独で有効な判断できない人なので、答えられなくてもしょうがないよね。ということで、取り消し偽性です。じゃあ次。補佐人に対して催告した場合。補佐人に催告した場合には、ペナルティですよね。追認偽性。じゃあ次。行為能力者になった後は本人に対して催告。で、答えがなかったならば、ペナルティ。追認偽性。次。被補助人。制限行為能力者である間は、本人か補助人。まあ、補助人については同意権ありの人ですね。同意権ありの人に対してしていきます。で、本人は答えられなくてもしょうがないので取り消し偽性。補助人だったらペナルティ、追認偽性。行為能力者になった後は本人に催告して、で、ペナルティで追認偽性。って形です。はい。じゃあ次、例外ね、さっき飛ばしたところ行きますが、特別の方式を要する場合には取り消し偽性になる。これはね、後見監督人っていうのがついてる場合なんですよ。後見人にプラスしてね、後見監督人がつく場合ってあるんです。後見人にプラスしてね、後見監督人っていうのがついてる場合があって、そんな時には取り消し偽性になりますよっていう例外があります。かなり細かいので、今はそんなに気にしなくって OK です。で、次48ページ、過去2番、制限行為能力者の査述。民法21条を読みますね。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため、査述を用いたときは、その行為を取り消すことができない。49ページ、図表18、B ランクです。1番、制限行為能力者がね、自己の能力を偽ること。例えばね、自分が制限行為能力者じゃないって嘘っぱち言ったりとか、自分は未成年者なんだけど法定代理人同意得てますっていうふうに嘘っぱち言ったりとかね。まあ、こんな場合の話です。2番、原則として行為能力者を偽るに足りる陳述をすること。矢印赤チェック。単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは査述に当たらない。ただ黙ってた。ね、制限行為能力者だということを黙ってた。というのは、ここでどこの査述に当たらないです。ね、なんでっていうのは、なんでっていうと理由。制限行為能力者であっても取引の際わざわざ私制限行為能力者なんですって言わないのが普通なんですよ。ね、黙秘するのが自然だから。でも CF 例外です。オレンジ。ただし判例は被補佐人につき黙秘が無能力者の他の言動などと相まって相手方を誤信させまたは誤信を強めたものと認められるときは査実に当たるという見解を示しております、ね、ただ黙ってるだけだと詐実じゃないんだけど、他の言動と相まってね、相手方を誤信、または誤信強めたという時には、詐実に当たるという見解を示しています。で、それから3、故意があること。4、相手方が誤信していること。そして5、詐実と誤信との間に因果関係があることですね。これら要件を満たしていくと、効果、丸1。
制限行為能力者本人は取り消し権を行使できない、はい、ってことになっちゃいます、ね。まあ、これペナルティですね。嘘っぱち言ったから、嘘っぱち言ったので、もう取り消し権は行使できませんし、2、法定代理人、補佐人、補助人は取り消し権を行使できません。はい、ね、この要件を満たすような制限行為能力者は保護する必要ないですからね。それよりも相手方を守っていこうということで、もうもはや取り消しできなくなります。というね、詐実っていうね、制度があります。はい。以上でね、制限行為能力者制度は終わりってことになります。ね。ここはね、しっかり復習してください。じゃあ、宿題出しますね。ポケタク。ポケタクの、あ、民俗事じゃない。民法1、の民法1文冊目 R5 ってのは令和5年度版ってことです。令和5年度版の1番から32番までですね。これを解いてみてください。はい、じゃあ次回ね、51ページ以降やっていきたいと思います。はい、じゃあね、1回目の講義はこれで終了しますね。お疲れ様でした。